マイカーキエさんです。それでマイカーキエさん言えばわかる。でマイカーキエさんのことは皆さんよくご存知だと思います。でこちらはあの浦安でね、あのマイカーさんの講演会があった時に、その主催者テントウムシの会がのチラシがあったんですよ。日本国憲法の精神に共鳴して文部官僚を志した若者がいた。後の文部事務次官である。これキャッチ素晴らしいと思うんですよ。それでですね、あの今の前川さん の, あの座右の銘、これは難しいでしょ、眼王美直、はい、はい、これは道元選手のあれで、目は横についてます、鼻は縦についてます、はい、当たり前のこと、それは当たり前のことをね、これが大切なんです。読み上げると、真実をありのままに見て、ありのままを受け止める。そうすれば自他自分も他にも騙されることはなくなるだろう。これが今の前川さんの座右の銘です。では、じゃあ今日はどうぞよろしくお願いいたします。いや、こういうご紹介いただいたのは初めてです。まあ、今日は確かタイトルは、これは完成ヒートだっていうですね、すごいこういうタイトルで、まあ、私も本当にそう思ってるんですけども、朝鮮学校に対する差別ですね、政府が率先して差別しているということでですね、私はまあこれは文部科学省の中にいた者としては認められないとずっと思ってるわけですけど、まあ、その辺の話をさせていただこうと思っております。消費税の増税の見返りということで、幼児教育保育の無償化というのを安倍政権が打ち出したわけですけれども、その中から朝鮮学校の幼稚園が排除されていると、それでいいのかっていう問題ですね。この子ども子育て支援法っていう法律があって、そこで、まあ、幼稚園保育所に関する財政的な仕組みが決まっているわけですけれども、その改正法案が今年の通常国会で成立しましてですね、でこの今年の10月からその無償制っていうのが始まったということになっているわけですけれども、この幼保無償化の中から、これは朝鮮学校の幼稚園だけではなくて、外国人学校の幼稚園は全て除外されているわけです。まあ、その他にも幼稚園類似施設ってのがあるんですけども、それも除外されていてですね、まあ、幼児教育保育の無償化というんだけど、そこに一つ大きな欠陥が穴が開いているわけですね。まあ、この除外された施設っていうのをこう数えると88施設あるらしいんですけども、そのうち40施設はこの、朝鮮学校の幼稚園だということです。私も朝鮮学校いくつか訪問させていただいたことがありましてですね、私はまあ、8つまで生まれ育ったのは奈良なんですけども、奈良にも奈良朝鮮学園っていうのがあって、かつては小学部中学部たくさん生徒がいたんですけれども、拉致問題が表に出てきた頃から入学者がだんだん減ってきてですね、要するにこの朝鮮学校に通っているというだけでいろいろな暴力行為の対象になったりするということで、敬遠する親御さんが増えてきて、で小学部中学部が廃止され、小学部が廃止され、で今残っているのは幼稚園だけなんですね。私一遍そこに訪問したことありますけども、子供が3人いましてですね、全校、幼児 3人なんですけど、その3人、と散々遊んで帰ってきた覚えがあります。人懐っこい子たちだったんですけども、だからこの子たちの保育料、そう、もう本当に3人しかいませんからね、そこで仕事をしている先生も本当にほとんど給料もらえないような状態で仕事をしているわけですね。非常に財政的に苦しい中でやっている、まあ、そういうところこそ本当に手を差し伸べてあげなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、バサッと除外しているってことですね。その除外している理由を政府はどう説明しているかというと、幼児教育の質が制度的に担保されていない、
こういう言い方をしているわけですね。まあ、制度的にって言ってもですね、しかし保育所の方はもともと認可外保育施設が対象になってますし、いろいろな民間事業所があるわけですけれども、必ずしも統一した保育指針の下で行えていないようなもので、まあ、もう対象にしてるんですけれども、それでもこの幼稚園、その幼稚園類似施設といわれるようなものは対象じゃないと、制度的に質が担保されていない、その教育に関する基準がなくて多種多様な教育をしているから認定できないと、こんなことを言ってるわけですね。で、じゃあその幼児教育施設として認められないのだったら、認可外の保育施設としても として認めることはできないのかと。私、そのキャプイズってこの認可外保育施設として認めることはできるんじゃないかと思うんですけども、それもダメだと。この児童福祉法上の認可外保育施設には当たらないというわけですね。自治体担当者に聞くと、いやこれはまあ認可外保育施設として見てもいいんじゃないかっていう考え方あったんですけども、それに対して、いやそれはダメだと、国の方で、この朝鮮学校の幼稚園は認可外保育施設としても認められないと、認めてはいけないと道を封じてしまったわけですね。でこれいろいろとこう理屈を並べてはいますけれども、まあ、要は朝鮮学校が対象にしないっていうその政治的な判断が先にあってですね、後から理屈をつけていると、まあ、最近 の, 安倍政権のやり方はみんなそうです。もう政治で決まってるんですね。後から役人が一生懸命理屈を作らされているとこういうことです。桜を見るからもそうですもうとにかくもう名簿は出さないと、もうそれが先に決まっていてですね、で名簿をその、まあ、出さないための理屈としてやってたんですと、やってたといってもバックアップがあるので、バックアップは公文書じゃないんですとかですね、まあ、そういう、まあ、とにかくへ理屈を並べてもう出さないものは出さないんだと、そういうことですね。要するに結論ありき排除ありきであって、後から排除のための理由を後からくっつけたというものだと思います。朝鮮高校の方の無償化も同じような経緯だったわけですけども、しかしこういうその外国人学校幼稚園だけを狙い撃ちして排除するというのはですね、やはりこれは法の下の平等に反すると思います。同じ子どもたちが保育あるいは幼児教育の施設で学んでいるわけですからですね、しかもその親御さんたちにはみんな同じように消費税払ってるんですから、朝鮮学校の幼稚園に子供を通わせている親御さんだけはですね 10% 払わないと、その利益をもたらしてもらってないんだから、払う言われはないと言ってですね、110円のものを108円で値切ってもいいんじゃないかと私は思いますけどねだってその消費税増税分がこの戻ってこないんですからですね、私は本当にこれは理不尽な話だと思っております。もともと教育の機会均等というのは憲法の大原則であってですね、憲法26条第1項ですけれども、全てただこれは全て国民はって書いてあるので公開している問題なんですけどね、しかしこの教育を受ける権利とか教育の機会均等というのは人権ですから、で人権というのは人間が人間であるがゆえに生まれながらに持っている権利のことを人権というわけですから、これは国籍関係ないわけです。国籍が何であろうと、あろうとなかろうと、無国籍であろうとですね、この人権として保障をするという意味は国籍は関係ないと。ですから、ここのその全て国民はというのは、私はこの日本国に住んでいる人々はというふうに読み替えるべきだと思いますけれども、全て国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する、この等しくという言葉が入っているわけですね。この等しくっていうのはひらがな4文字で等しくと書いてあるだけですけれども、その等しくという意味は教育基本法の方を読むともう少し詳しく書いてあって、人種、心情、性別、社会的身分、経済的地位、または門地によって教育上差別されないと、こういうふうに書いてあります。要するに差別しちゃいけないんだって書いてあるわけですね。でここで国籍ってことは確かにないです。国籍によって差別されてはいけないとは書いてありませんけれども、しかしこれもやはり人権ですから、人権は国籍に関わりなく人が人であるがゆえに持っている権利なんですから、この教育を受ける権利、等しく教育を受ける権利というのも国籍に関わらず保障されなければならないものであると考えるべきです。
でその中でその一人一人にその国籍に関わらず人種に関わらず教育を受ける権利を保障するという中でですね、じゃあその等しくというのは同じ教育を受けることかというと、それはそうで、そういう意味ではないと。この一人一人に応じたそのアイデンティティ、その人らしさというものに応じた教育の機会というものがなければいけないというですね、その同じ教育を受けるから平等だということにはならないです。その人その人に応じた学習の機会というものを保障することによって本当の意味での平等がもたらされるんであってですね、同じ教育を受けさせるということが平等とは言えない。この憲法26条ではその能力に応じてって書いてありますけども、この能力っていう言葉もですね、ちょっときちんと、解釈しないと間違えると思うんですね。人間の能力を単純な尺度で測ってしまってはいけないわけで、人間の能力をその一つの尺度で測る方法は確かにあります。IQ とかですね、知能指数とか、あるいは偏差値とかですね、あるいは文部科学省学力テストとかですねそういうその一つの尺度でこう人間のこの学力とか能力を序列化してしまう、点数化してしまうと、こういう方法ありますけれども、ここで憲法で言っている能力ってのは一人一人違う能力を持っている。だから一つの尺度で測って能力があるとかないとか、ある能力が高いとか低いとか、そういうふうに人間を序列化できるものではなくて、一人一人違う能力を持っている。だから私はその能力っていうよりも個性って言い換えた方がいいかもしれないと思いますけども、一人一人違う能力を持っているんだと。アインシュタインが面白いこと言ってますけど、魚に木登りのテストをしたら魚は自分を無能力者だと思うだろうって言ってこの自然界には木に登る魚もいるんですけども、いくら木登りのうまい魚だと言っても猿には負けるわけですね。しかし、猿の中にもその泳ぎのうまいのもいるかもしれませんが、やっぱり魚には負けるわけであってですね、一人一人その違う能力を持ってるんだから。アインシュタインなんかもうあれは明らかにその今であれば発達障害と診断されたと言うでしょう、思いますけども、学校ではとにかく劣等生だと楽に押されてたわけですね。しかしその、相対性理論という私もよくわからない理論をですね発見したと、その世界の物理学を大きく変えてしまったわけですよね。それだけの天才だったわけで、要するにアインシュタインは魚なのに木登りのテストをさせられてたんだと思うんですよ。何が言いたいかというと、一人一人に応じた学びの機会を保障する、それを同じように みんなの人にどの人にも保障するということが大事 でそこには民族的アイデンティティに応じた学びの機会というものを保障すると。在日コリアンの方々には在日コリアンの方々のために、自らが望む民族教育の機会を保障していくと。これが憲法が本来求めている教育の機会均等だと思うんですよね。ところが、その朝鮮高校、朝鮮学校だということで排除しようとする、そういう力が今の政権では非常に強く働いているわけです。でこれ憲法だけではなくて、さまざまな国際人権法というものがございます。国際人権規約とか、あるいは子どもの権利条約とかですね、こういう人権に関わる国際条約のことを国際人権法と言いますけれども、国際人権法の観点から言っても、この朝鮮学校 この意図的な政策的な排除というのは私は認められないと思います。特にその子どもの権利条約というのは非常に詳しくいろんなことを書いてありますけれども、こんなことを書いてあります。子どもと父母の文化的独自性、言語および価値観、子どもの居住国および出身国の民族的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成することを目指しなさいと、こんなこと書いてあってですね、子どもと父母の文化的独自性、言語、価値観、こういうものを大事にしようと言ってるわけですね。それからもう一つこういうことを言ってます。マイノリティに属する子どもが自己の集団的アイデンティティを保持する権利と、このコリアンとしてコリアンのとして のアイデンティティを保持する保つ、そういう権利は一人一人の子どもにあるんだよって言ってるわけですね。でこの子ども権利条約に基づいて子ども権利委員会っていうものが設けられて、日本政府にいろいろとこう意見を言ってるわけですけども、その意見の中にもですね、日本以外の出自の子どもコリアンなどの子どもに対して、現実に行われている差別を減少させ、そして防止させるための措置を強化しなさいと。強化するどころか日本の政府は
その差別の方を評価してるわけですよね。本来その意識啓発のプログラムとかキャンペーンとか人権教育とかこういったことを政府が率先してやらなきゃいけないのに、その逆のことを今の政府はしていると。で、特にこの高等学校の無償化の関係については具体的な意見がもう言われております。この授業料無償化制度の朝鮮学校への適用を促進するために基準を見直しなさいと。これ基準、その適用するための基準見直しじゃなくて排除するための基準の見直しをしたわけですから、これはもう全くこの子どもの権利条約委員会の意見に反したことを日本の政府はやっている。で、日本の政府はこれはもう国際人権法に基づくさまざまな勧告はもうことごとく無視しているわけですけども、もうその時の言い草というか言い訳というのは法的拘束力はないのだと。確かに勧告とか意見とかというものは法的拘束力はないです。条約違反とは言われない。しかし条約の精神に反しているということであってですね、やはりこの条約を批准しても加盟しているからには、そこでもそこで設けられた国際的な人権、に関わる委員会から意見を言われたら真摯に受け止めて悪いところを直しましょうと考えなきゃいけないのに、そういうこと一切しないわけですね、今の政府は。まあ、そういう残念な政府を今我々が持っているということなんですけども、まあ、ちょっと高校無償化についての経緯をまたちょっと申し上げたいと。私は高校無償化に関してはこの制度設計の段階からずっと関わっておりましたのでですね、いろいろ思い入れがあるわけなんですけども、これ民主党政権になって、高等学校を無償化するんだと、こう画期的なこれは政策だったわけですね。毎年新たに4000億円の財源が必要だというそういう政策だったわけです。これはこういう大きな政権交代のある時ぐらいでしかできない大きな政策転換だったと思います。高校を無償化するっていうんですからですね、これは学習権を保障するっていう考え方であって、一人の子どもたちが18歳までの学習を無償で受けられるようにするという、学習の権利を無償で保障するための措置、その制度であると。つまり無償普通教育を拡大するという意味だったんですね。憲法26条の第2項というのはですね、これは義務教育に関する規定だと言われているわけです。で、憲法26条第2項はこういうふうに書いてあります。すべて国民は法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とすると書いてあるんですね。で、これ義務教育って言葉がここに出てくるんですけども、普通教育って言葉も出てきます。ただ学校教育って言葉は出てこないんですよね。実は普通教育、ここで言っている普通教育や義務教育っていうのは憲法上は学校でなくてもできるはずなんですね。ただこれ学校教育法という法律に降りてくると学校しかできないということになっているんですけども、しかもそれは一条学校という小学校、中学校、特別支援学校のことで、各種学校である朝鮮学校はその範疇に入ってないわけです。この普通教育っていう言葉はですね、これは憲法自体はその定義を置いていないんですけれども、要するに一人の個人として自立し、そして一人の市民として市民社会の担い手になる、そういうその力を持つために最低限必要な教育のことをこの普通教育というんだと、そういうふうに考えたらいいと思います。教育用語辞典なんかを引くとですね、普通教育というのは専門教育に対する言葉だと、専門的な教育に対して一般的な教育をすることを普通教育というんだというふうに書いてあるのもあったり、あるいは特別支援教育とか特殊教育に対する言葉だと、その障害のない子どもたち の教育のことを普通教育といって、障害のある子どもたち のための特別支援教育との対比で定義されるという、そういう書き方しているのもありますが、この憲法で言っている普通教育というのはそういうことではなくて、要するに一人の社会人として自立してこの社会の担い手になっていくために最低限必要な教育と、そういう意味に配すべきだと思います。で、その中には特別支援教育であるとか、あるいはその専門教育も含まれていくと思います。そういう意味で憲法26条2項の普通教育は解釈すべきだと思うんですが、
この普通教育に関してですね、これは義務教育だと言ってるわけですね。ただこの義務教育っていう言葉は戦前からあった言葉で、戦前の義務教育っていうのは学校に行ってお国の役に立つ人間になることが義務だと、子供が学校に行くことが義務なんだっていう、こういう考え方だったわけです。しかし戦後の義務教育っていうのは子供の義務だって書いてありませんから、保護者の義務だって書いてあるわけですから、この保護者が子供に教育を受けさせなさいねって言ってるわけです。で、受けさせなさいって言ったって、もし子供が学校に行きたくない、行けない、不登校の場合なんかにですね、この首に縄つけて学校に連れていくと言ってるわけじゃないわけです。学校に行けない子供に無理やり行かせろと、そんなところまで憲法は求めているわけではなくて、子供が普通教育、つまり真っ当な大人になるために、市民になるために必要な最低限の教育が受けられるようにしなさいねと言ってるわけで、子供の学習権を保障するための義務なんですよね。ですから本当はこの26条第2項の義務教育の規定は、私は学習権の保障という観点から書き直した方がいいと思ってましてですね、子供は義務教育の義務を負ってるんじゃなくて、普通教育の権利を持ってるわけです。普通教育を受けるという権利を持ってる。それを全ての子供が保障されなければいけない。ですからこの義務教育の規定に関しては、私は主語を国に入れ替えて、国が義務を負うというふうに、今は国民が義務を負うという時の文章になってますけど、国が義務を負うというふうに書き直した方がいいと思います。そしてその対象となるのは国民というふうに書くんじゃなくて、私はもし本当の意味で憲法をより良くするための改正するんであれば、国民ではなくて国籍を問わず全ての人というふうに書き直すべきだと思いますね。だからそうすると憲法 の義務教育の規定は、前川憲法改正草案によるとですね主語は国になるんですね。国は全ての人に無償の普通教育を受ける機会を保障する義務を負うと、国は全ての人に無償の普通教育を受ける機会を保障する義務を負うと、こういうふうに書き直すべきだと思います。そうすると義務教育という言葉はいらなくなります。むしろ 無償普通教育というべきなんですね。で、その無償普通教育は全ての人の権利であって、漏れなく国がそれを保障しなければいけない。実際にはそこが漏れてる人がたくさんいるんです。夜間中学なんていうのもまさにそのそこが漏れた人たちの学び直しの場なんですけれども、でこの子でいう普通教育っていうのは時代によって変わっていってかいいんだと、つまりこれまで義務教育と言われているのは小学校中学校の9年間ですけれども、義務教育9年っていうのは他の先進国に比べてもかなり短いです。日本の義務教育はもう10年以上のところが多い、11年とか12年とか13年というところが多くてですね、日本の場合も一応検討課題にはなってるんですね。義務教育年限を下とか上に伸ばす、5歳から義務教育にすると、18歳まで義務教育、もし5歳から18歳まで、義務教育にすれば義務教育が一挙に13年に増える、伸びるわけですけどね、現実に5歳児の幼稚園あるいは保育所の就園率を足すともう 97、8% になっている。だほとんどの子どもは何らかの幼児教育施設で学んでいると。それから高等学校進学率も、 99% ですから、ほとんどの子どもがその高等学校進学すると、そういうことを考えると、その無償にして5歳から18歳まではもう義務教育だと言ってもいいと。ただその義務教育っていうのはあくまでも保護者が子どもを学校に通わせるっていう義務であって、子どもが学校に行く義務を負ってるんじゃないって、そこは常にファイトかなきゃいけないんですけども、要は何が言いたいかというと、高校無償化というのは実はその義務教育を高校段階まで、伸ばす、つまり無償普通教育を18歳まで伸ばすと、こういう意味合いを持ってたわけで、そうすると全ての子の子どもたちが18歳まで学びたいところで学べるっていうことを保障しなきゃいけないわけですよね。でこれは野党だった頃の民主党が、かつての民主党がこの高等学校無償化法案という法案を用意していたわけです。でその民主党が政権を取った、これは2009年ですけども、そしてもうまさに新政権の目玉政策として、高校無償化っていうのをですね、今度は野党としてはではなくて政府としてこの法案を作るという段階になったわけで、その時私はその法案を作る担当の審議官だったわけです。初等中等教育局担当審議官っていうんでですね、局長の次の
局の中でのナンバー2のポストにいたんですけども、この高校無償化の法案を作る責任者だったんです。でこの野党だった頃の民主党の案がもともとこの対象の中に、無償化の対象の中に朝鮮高校を含んでましたから、朝鮮高校を対象にするんだという考え方で、民主党 の案が作られていたので、民主党の案のそのままではなかなかうまくいかない部分があったので、多少手直ししながらですね、政府案として法案を作るときにも、しかし当然朝鮮高校は対象になるんだという前提で法案を作っておりました。ただ民主党政権 その残念だったところはですね、党の中にも内閣の中にもいろんな意見の人がいてですね、なんて言いますかね、ごちゃ混ぜみたいなところがあってですね、その一本化してないんですよね。もうそれぞれこういろんな人が言いたいことを言ってるっていう、そういうところがあって、まあ、今の自民党みたいにやたらに固まるのも嫌だと思いますけどね。しかしその当時の民主党っていうのはもういろんな意見があって、この特にこの朝鮮高校を無償化の対象にするということについては強力な反対論が党の中にも閣内にもあったわけです。強力に反対したのはですね、中井博さんっていう議員さんですけど、この時拉致担当大臣やったんですね。拉致問題の担当大臣で、民主党内閣で、鳩山由紀夫内閣の時の拉致問題の担当大臣で、この拉致問題を解決しないうちはこの朝鮮高校の無償化を認められないと思って言い始めたわけですよ。これ関係ない話だと思うんです。私はその拉致問題、それはキム・ジョンイルとかキム・ジョンウンとかそのやったのかもしれませんけど、それは北朝鮮の政府が犯罪的な行為をしたと。でそれと日本の国内でも日本で生まれ育った3世4世の子どもたちが学んでいる学校の無償化の話をですね、どうやって結びつけるんだって話なんですけども、それを結びつけて拉致問題解決しなければ朝鮮高校の無償化を認めるわけにはいかないと、こういうことを言い始めてですね、中井博さんっていう、博っていうのは山水に台湾の台という字書くんですけども、これ博って読めないんですよ、ほとんどの人は。でこれ虫編にするとハマグリっていう字になるんで、それで間違えてハマグリって読む人がいてました、ね、中井ハマグリって言われてましたけども、このハマグリさんがとにかくそうやって反対論を唱えて、それでそうするとその鳩山総理もグラグラしちゃってですね、なかなかこう結論が出ない。だから2010年度から全体としてのその法律は施行されました。で高校無償化制度に突入したんですけれども、そこで結論が出なかったのでですね、先送りになったんですね。先送りにしたけれども、その際に、朝鮮高校を含む外国人学校は全部そっくり先送り、1年先送りにしましょうと、というふうに、2段階に分けた。でこの場合、その朝鮮高校を含む外国人学校みんな含んだんです。だからドイツ人学校とかフランス人学校なんかも入ってるわけですね。で今度こういう制度ができますのでと言ってドイツ人学校とかフランス人学校に説明に行ったらですね、日本政府はなんと寛大なのだと我々の学校にまで無償化を及ぼしてくれるのかと、びっくりされたんですけども、これは朝鮮高校をその対象にするからお仲間にしてあげただけなんですよね。朝鮮高校が入るから仲間になってるんであって、朝鮮高校を抜けてあとのドイツ人学校やフランス人学校だけが入るなんてことは毛頭考えてなかったわけですね。外国人学校全体を入れると、その実はその中核に考えていたのは朝鮮高校なわけですから、朝鮮高校 の, あ の,、まあ、あのと同じ意味で入れるんですよって話した。ただやっぱりその学んでる子どもたち の在留資格は違うわけですよね。ドイツ人学校やフランス人学校で学んでる子どもたちはいずれドイツやフランスに帰る子ばかりです。ほとんどがもちろん日本で暮らしてる子なんですよ。日本でこの国際結婚したご両親の子供とかいらっしゃるわけですけども、しかし多くはつまり海外日本人学校と同じですよね。海外の日本人学校で学んでいる子供 のほとんどは日本に帰ってきます。それと同じで日本の日本にあるフランス人学校やドイツ人学校の子供はいずれは本国に帰る子がほとんどです。でも朝鮮学校は違うわけですよ。朝鮮学校の子供たちはここで日本で生まれて日本で育って日本で、生きて、暮らして結婚もしたり子供を産んだり家庭を営んだりして、そして日本で死ぬと、ずっと日本で生きていく
子どもたちですよね。その人たちだから本当はその日本にいるっていう立場が全然違うわけですけども、その朝鮮高校を対象にするんだから他の外国人学校も入れるっていう考え方で、まあ、全ての外国人学校のその高校段階の部分に無償化を導入しようとしたわけです。まあ、その無償化そのものは今申し上げたようにその2010年の4月から始まりましたけども、1年先送りで2011年の4月から外国人学校も対象にしていこうと。そのためにこの無償化法の法律の施行規則っていう、つまり、まあ、文部科学省令ですね、法律政令省令とこう3段階法令がありますけど、その一番下の文部科学省令で無償化法の施行規則っていう規則がありました。その規則の中に外国人学校をその無償化の対象にするための判断基準としてここに書いていただきましたけど、いい、老派っていう3つのカテゴリーを作ったわけです。でこの意というのは、本国のその高等学校と同等のものだと認めたもの。だからドイツ人学校とかフランス人学校はドイツとかフランスの大使館に行って、本国のこの例えばフランスだったらリセですね、フランスのリセと同等のものですよと認めてくれる、そう証明書を出してくれたら OK と、こういう仕組みで。それから2番目のロっていうのは、これは高等学校段階の後期中等教育の学校を国際的に認証する、これは水準が一定以上の水準を持っているという形でその認証する機関があるわけです。この国際的な評価機関、そういう評価機関、権威のある評価機関からこれは水準、一定の水準を保った持っていると認められた学校、こういったものは認めましょうと。例えばその国際バカロレアっていう課程を持っていれば OK ですよとかですね、そうやって国際的な評価機関の認定があるものはもうそのまま認めますよ。でいずれにも当てはまらないものは個別に審査しますと。で朝鮮学校の場合にはいずれにも当てはまらないので個別に審査するというこの派っていうのを作ったわけです。でこの派号に基づいて2010年の4月以降仕組みを作っていったわけですね。どういう仕組みを作ったかというと、この審査のための審査基準をどうするかと、その審査基準作りをしました。その審査基準作りをするときに考えたのは高等学校に類する課程を置くっていうその法律上の定義に当てはまるような条件は何かという、類する、これ高等学校に準ずるという、あるいは高等学校と同等のとかそういう言葉じゃないんですね。高等学校の課程に類するですからかなり広いんですよ。類するって言葉はかなり広いです。高等学校と同等のとかあるいは高等学校に準ずるとかになるとかなり狭いですけども、高等学校の課程に類する課程を置くっていうんでですね、かなり広く取ってるわけです。で私はもう朝鮮高校はどこから見ても高等学校に類する課程に当てはまると思ってましたよ。もちろんこれも朝鮮学校の高級学校行けばすぐ分かることですけど、日本の学習指導要領に準じてやってるわけですから、教育課程はですね、もう日本の古典だってちゃんと勉強しますしね、朝鮮高校からもう名だたる国立大学にだってたくさん入ってるんですから。今はですからもう日本の高等学校に類するどころか日本のそこ尊上そこらの高等学校よりもレベル高いんですから本当にだからですからこれが外れるわけないと思ってました。この審査基準っていうのはもっと非常に緩い審査基準でですね、高等専修学校っていう学校は、これは専修学校のうち中学校卒業してから入る学校のことです。あんまり数はありませんけれども、高等専修学校から大学に進学するっていう道ももうすでに開かれているわけですけど、で高等専修学校になるため の基準っていうのは非常に緩くてですね、年間何時間以上の授業をしているとか、それから大学卒業した教員が何人いるとか、そういった基準が満たされていればもう高等専修学校になれるわけです。ですからそれと同等でいいと、この外国人学校の高等学校に類する過程というのを判断する上では高等専修学校と同等の基準があれば十分だと、そう考えたわけですね。でそれは
個々のその学校の教育課程の審査まではしませんと、それはいらないんですと。実際高等専修学校っていうのはそんな教育課程の審査なんかしてませんから、だから中身は問わないと、中身のその教育内容の審査まではしませんと、外形的なその基準だけでもう十分だっていう、こういう考え方だったんです。でそういう審査基準も作りましてですね、その審査基準を作るための検討会議があって、そこの検討会議で審査基準を作って、でその検討会議の人と大体同じ人たちが今度は審査会の委員になったわけです。だから審査基準を作った上で審査するためのこの会を作った。でこれは実際審査基準を作った人たちとほぼ同じです。これこの審査基準を作るこの検討会がそのまま審査会になったわけですけども、ほぼねこのメンバーは私が一人一人こう入ってくださいって言って頼んでたわけですよ。でその時にちゃんと言いました。これは朝鮮高校を対象にすることになると思いますと。だからそのこの検討会に入っていただくと、朝鮮高校を認める判断をする側に立つことになりますよと。いいですねと言ってですね、尻込みして嫌だって言った人もいるんです。でそういう人に入ってもらわなかったです嫌だって言うんですから。でもその結果としてはもう朝鮮高校を入れることになると思ってましたから、ですからこれそういう結果になると思いますと。だからそれを承知で入ってくださいねって言うと入ってもらった。ただし名前は公表しないと。今もって名前は公表されてません。もう公表してもいいんじゃないかと思うんですけどね。今もって名前を公表されてないんです。それはね、その人のお家の玄関に凱旋者なんか来たら困りますから、ね、だから、公表してないんです。でも皆さん、事情分かった上で、委員を引き受けてくださったわけです。ですから審査基準ができた、それから審査会も設けられた、それから審査手続きも整えたと。これが2010年の10月の時点 です、ね、そこまでできたわけです。で私はもうその前の、7月に人事異動で初等中等教育局の審議官から大臣官房の総括審議官というポストに移ってたんですけども、審議官というのは局長よりも下なんですけど、総括審議官というのは局長と同格という審議官なんですね。ついでに言うと文部科学省には審議官って 3つのレベルありましてですね、局長よりも下の審議官と局長と同格の審議官と局長よりも上の次官と同格の審議官とあってですね、紛らわしいんです。で私どの審議官もみんなやってるもんですから事務次官になる直前も文部科学審議官っていうポストにいたわけですね。だからある人が、ある人ってはっきり言うと池坊さんっていう人ですけど今度文部科学審議官になりましたって言ったら、あなたはまだ審議官なのって言われましたけどね。審議官に差3つレベルがある、これどうでもいい話ですけど、総括審議官というので、直接の担当から外れたんですけど、その前に私は朝鮮高校が確実に、無償化の対象になるだろうと、そういうお膳立てしてたわけですから、もうそれで OK だっていう人たちばっかり集めてで OK になるように基準作ってるし、もうスルスルっと通ると思ってたんですよ。それでですから2010年の10月に私は具体的に何校か朝鮮高校を見て歩いたんですよね。大阪京都大阪神戸という三島物語だったみたいですね京都朝鮮高校と大阪の朝鮮高校と神戸の朝鮮高校と3つ見て歩いて、特に京都に関してはそのパッチギを見てましたからね、私はパッチギって映画、ただパッチギの舞台のとは違って移転してますからね今はね。でもしかし、あ、これがパッチギの京都朝鮮高校だとかと思ってですね、沢尻栄華さんのことなんか思い出したんですねちょっと清純な頃の沢尻栄華さんそれで朝鮮高校、文部科学省の総括審議官が朝鮮高校に来たのは初めてだとかって言ってもらってですね、嬉しかったですよ。で私ももう本当に思ってました。2011年の4月からは朝鮮高校無償化になるってもう信じきってたんです私は。ところが、11月にその審査を受け付けて、その審査が始まったわけですけども、その審査が始まった途端にそのヨンピョン島砲撃事件っていうのがあったんですね。北朝鮮が韓国のヨンピョン島という島を砲撃したという。
でこれは関係ないんですよ。もうその朝鮮高校の生徒の授業料を無償化にするかどうかって話とですね、北朝鮮の軍隊がこの韓国の島に包帯ぶっ放したと、関係ないのにですね、この事件があった途端にまたその、まあ要するに、ヘイト的な人たちが騒ぎ始めて、この北朝鮮がこんなことやってるのに朝鮮高校にそんなことしていいのかっていう関係ないのにですね言い始めて、でまたそのさっきの中井浜口さんという人たちがこう活性化するわけですよね。それでこれはまあ正直な話、その時の大臣、文部科学大臣がぐらついちゃったんです。このその時の文部科学大臣は高木さんという人ですけども、高木さんという人自身は積極派でも消極派でもなかった、どっちでもいいって言われたんですけどね、ただこの朝鮮高校無償化認めるべきでないっていう勢い、人たちの勢いが強まっちゃったもんだから、そこでちょっとタジタジになっちゃってですね、でその時の大臣はもうすでに菅さんだったんですけど、菅さんと相談の結果ちょっと見合わそうと、そのダメっていうんじゃなくて凍結ですね、審査凍結っていう、そういう判断をしてしまったんですよ、関係ないのに。そこでもう審査会もできて、審査の申請も受け付けて、審査が始まっていたのにそこで止まっちゃったんです。これはもう最初の不幸ですね。もう不幸が重なってるんですけども、まあ、最初の不幸はもっと前やったかもしれません。2番目の不幸かもしれませんけども、でこれずっとこの1年近く審査止まったままになってしまって、2011年度からは実施できなかったわけです。しかし私はこれ審査さえすれば、審査を再開して審査さえすればスルッと通ると思ってました。だって通るように作ってあるんですから、もうだからその審査は通るはずだと思ってたんですけども、まあ菅さんからその野田さんに総理が変わった時ですね、菅内閣が終わった時に菅総理が最後の置き土産的な形でこの、審査の再開を指示するということをしてくれたわけですね。もっと前に再開してくれたらよかったんですけども、要するにこの民主党の中の朝鮮高校無償化推進派が巻き返したんです。菅さんのに対して働きかけて、もう辞める前にとにかくあんたが凍結を指示したんだから、その再開をあなたが指示しないと困るぞというので、その辞める寸前に菅総理がその交代する直前に再開の指示をしてくれた。これが2011年の9月ですね。でその後野田内閣になったわけですけども、この野田内閣 の最初 その文部科学大臣になったのは中川正治さんって方ですけど、この方は積極派だったんですよ。だからこの中川正治さんっていう大臣がもっと長くやっててくれれば、中川さんっていう大臣がいる間にその無償化実現できたかもしれないと思ってるんです。ところがその中川さんっていう方がですね、まあ残念なことに数ヶ月、9月になって9月、9、10、11、12、4ヶ月か5ヶ月で交代させられちゃったんですね。この中川さんっていう方に何の日もなかったんです。民主党の中でのその人事の都合でですね、ちょっと文部科学大臣で処遇しなければならない人が出てきたんで、あんたちょっと変わってくれっていう形でですね、大変いい方だったのに変えさせられてしまって、まあ、その後に平野さんっていう人が来たんですよね。で平野さんっていう人もその、まあ、別に積極派でもないけど消極派でもない、どっちでもいいっていう人だったと思うんですけども、しかしその後停滞してしまいましたね、審査が。私は今になって思うんですけど、あの頃の初等中等教育局はすでにこの次の政権交代を見越していたんじゃないかなと。つまり次にまたもう次はまた自民党公明党の政権に戻るだろうと、もうこの民主党政権はもう長く続くまいと、だから今のうちから自民党に通じていた方がいいと、そういうふうに思った官僚がどうもいたように今思われます。確たる証拠ないんです。私は大臣官房の方にいたんで、もうその初等中等教育局から離れてましたけども、どうもですね、審査してるはずなのに審査が進まないわけですね。だって審査すればすぐにこの結論出ると思っていたのに審査が進まない、なんで進まないんだと、早く結論出せよって言ったらですね、いやいやいろいろありましてとかって言って、で聞いてみたら、そのいや産経新聞に書いてあることは事実かとかって言って紹介してますって言うから、そんなことする必要ないじゃないかと、産経新聞も事実を出してですね、ここに書いてあることは事実ですかって、そんな確認する必要は審査の上では必要ないのに、
なんでそんなことしてるんだと思ったんですけど、でもこれやっぱり自民党からの圧力があったんですよね。でも当時まだ野党ですけども、しかしもうそろそろ政権交代に起こるだろう、次総選挙やったら自民党は勝つだろうってみんな思ってましたから、その声になるとですね、本当に役人って嫌なタイプの人が多くてね、その権力にするよって言ってですね、その次の権力あそこだと思ったらもういち早くそっちの権力にするよっていくと、だからそろそろ今も権力のシフトが起こるかなって気がしてるんですけど、そろそろ桜もそろそろ散るだろうと思ってるんですけど、まああのそういう形でですね、その審査してるはずなのに審査が進まないっていう状態がずっと続いてたんです。で、あの そのまんまもうあのまた1年過ぎ過ぎてしまって、2012年の10月になって、あのこれは民主党政権最後の文部科学大臣、これがあの田中真紀子さんなんですね。あの野田内閣のつまり民主党政権の最後の文部科学大臣はこの田中真紀子さんという方で、この田中真紀子さんっていう人はあのまあ人によってはもうとんでもない人だと、もうこんな人でもいろんな音で仕事するのは大変なんだっていう人もいますけど、私は結構楽しくやらせていただきました。私は大臣官房長といって、大臣の まずもう一番下、そのすぐ下でですね、大臣をお支えするという、お支えするって言っても別におだあのあの物理的にあの お支えしてるわけじゃありませんけど、その お支えしてたわけですね。あの私はもう非常にはっきりと覚えてますけれども、もう着任して間もない頃に朝鮮高校の無償化の問題に関して、私はこんな差別は許せないのよって言ってたんですよ。田中美子さんはそういうあのはっきりとした信念をお持ちでした。だからこれはいいと、この田中美子大臣の下でだったらもう何度目かも正直でですね、この朝鮮高校の無償化実現できると思いました。だからあのもう大臣が言ってるんだから早く結論出せと言えばよかったんですよね。だから私もその初等中等教育部に対して早くやれと言ってたんですけども、ところがあの田中真彦大臣というよりもその野田内閣が あの思ったよりも早く退陣してしまったわけですね。これ2012年の12月です。もうあの消費税の増税についてあの安倍さんに約束させて、でそのだったら解散するとかって言って解散しちゃったわけですよね。潔いっちゃ潔いですけども、私にとってみるとあと3ヶ月ぐらいはですね持ちこたえてほしかったと。あれ12月でもうその投げ出さずに3月まで引っ張っていたら、あの年度内に朝鮮高校を無償化の対象にするっていう結論まで持っていけたと思うんですよ。田中真紀子大臣がいればもうやる気だったですから、まあ、ところが、まあ、田中真紀子大臣はあの別のことでちょっと失敗しちゃってですね、あの大学設置審議会という審議会があの設置すべきだと、設置認可すべきだと答申した3つの大学についていきなり私は設置したくないかと言ってですね、認可したくないとかって言って、審議会が認可すべきだって言ってるのに大臣が認可しないと言って、これそういう例はないんです。あの大臣といえども大臣が確かに権限を持ってるけども、それは審議会の答申通りにやるっていうのがあの不分立でですね、それを破ろうとしたんで、それでもうしっちゃかめちゃかなってですね、その間その朝鮮高校の方に関わる時間がなかった。でその間に解散しちゃって政権交代が起きて、それからもう早く7年ですね。この2012年の12月、そういうことが起きてしまって、まあ、第二次安倍政権に変わってしまったと。結局、民主党政権の下で朝鮮高校をその審査の結果無償化の対象にするっていう結論を出すチャンスは何度もあったんですけども、それをこう先送り先送りにされている間に政権が交代してしまった。で政権が交代して乗り込んできた新しい文部科学大臣は下村博文さんという人ですね。で私は引き続き大臣官房長ですから、今まではその田中美子さん あのをお支えする立場だったんですけど、その後は下村博文さんをお支えしなきゃいけない、あのここはもう完全に私は面中不快が始まったわけですけどですね、やっておりました。 でそこで下村さんが真っ先にやったのはこのハゴ、これを削除すると。このもともと個別審査をして対象となる学校を決めるというその根拠になっていた条文を削除しちゃったんですね。でもう根拠はありませんからもうダメですとかって言ってですね、しかしそのわざわざそのこの省令の規定を整備してこの審査基準を作り、審査手続きを定め、審査会を置いて審査をしていたわけですから、
審査をしていて結論が出ない間にですね、いやもうその審査の根拠がなくなりましたから解散とかしておしまいとかって言ってですね、声出しちゃったわけで、こんなのはもう許される行政じゃありません。言ってみればそのもう門を入ってもらって玄関からも入ってもらって、じゃあちょっとその座敷に上がってもらうためにはちょっと持ち物検査だけしますねっていうようなもんでですね、その後はもう座敷に上がってもらうっていうところまで来ていたのに、その玄関に入ってきた人、来てる人たちをいやもう門の外まで押し出したみたいな感じなんですよね。これはもう私はこんな行政許されるはずないと思ってました。だからこれはもう必ず訴訟になると思ってましたし、訴訟になれば国が負けると私は固く信じておりました。こんな理不尽なことをしてですね、国が勝つはずがないと。で、まあ、これはそれはもちろん訴訟になったわけです。で、私は訴訟を担当していた職員たちも時々私のところに報告に来ましたからですね、まあ、彼らに対しても早く負けて帰ってこいって言ったわけですね。これ必ず負けるんだから早く負けて帰ってこいとで言ってたんですけども、いやその我々だけでやってるわけじゃないから、つまり国が当事者になっている訴訟っていうのは法務省が、まあ、いわば弁護人の形でくっつくわけですね。で、法務省は何とかして国を勝たせようとしますから、一生懸命いろんなへりくつを考えるわけですよね。それで、まあ、法務省がいろんなこの理由をつけて、これは正しい判断なんだと言ったわけです。で、結局私は思いますに、最近都民にそういう傾向強いですけども、裁判官も政権に忖度しますからですね、裁判官も結局役人なんですよ。法務官僚なんですよ。で、法務省の局長さんって半分は裁判官出身ですから、あとの半分は検察官ですけど、だから その裁判官も自分の保身とか出世とかを考えたら、国に都合の悪い判決は書かないんです。で、国に都合の悪い、国が負けるような判決を書くと飛ばされちゃうと、こういうことが起きているわけです、実際に。で、まあ、その裁判は非常に残念なことに、大阪地方裁判所はこれは真っ当な判決を下したと思います。あれだけですよ、真っ当な判決は。私から見るとですね、あとのその東京も名古屋も広島も小倉も、なんでこれで国が勝つんだと思うような判決になっていてですね、あれはもうそれこそ国勝訴ありきだと、国が勝つっていう結論を先に決めて、国を勝たせるためにはどういう理屈が一番最もらしいかなっていうんで、その後から理屈を探したとというふうにしか私には思えません。その理屈としてその用いられているのは、その適法な運営がされるされない恐れがあるっていう、こういう変な理屈なんですけども、その時に具体的に例に挙げられているのが授業料債権への充当っていう、その授業料債権への充当が行われない恐れがあるって言ってます。これちょっと説明が必要ですけれども、無償化っていうのはですね、その授業料あるいは、まあ、実際は授業料一部なんですけれども、その授業の一部に対して、都道府県が就学支援金っていうお金を生徒に対して支給する。で、それは必ず授業料に充てることになってるわけですね。で、ただその生徒に対して支給することになってるんだけど、建前上はしかし一人一人にいちいち支給していたら煩わしいので、学校がまとめて代理授業するという仕組みになってます。で、学校が代理授業したら、それはその、まあ、100人いたら100人の生徒分のお金を預かるわけですから、それをこの授業料債権に充当する、つまり学校側は生徒に対して授業料を払ってくれという債権を持ってるわけですから、その債権に当てるってことは、その分だけ授業料払った払ったことになりますから、その残りの授業料だけくださいと、こういうことをすることになるわけで、必ずその授業料に当てなさいよっていう話なんです。これ当然のことなんですよ。この授業料無償化のためのこの制度なんですから、この学校がまとめて生徒の代わりに受領したこの就学支援金は必ず一人一人の授業料に充当して、で一人一人の生徒からはその残りの部分だけもらうと、これは当然のことであって、それをやらなかったらこれ無償化になりませんから、無償化という制度が成り立たないのでですね、必ず授業料債権の連載に充当に当てなさいとなっていて、いるわけですけども、その授業料債権への充当をしない恐れがあるっていうふうな
こんな判断をしてるわけで、そんなのありえないですよ。もしそんなことが起こるんだったら、それはすぐにその時点で指定を解除すればいいだけの話で、そんなことするはずがないです。つまり無償化の最初になったはずなのに、無償化っていうのは結局一人当たり年間12万円ぐらいのお金が出てくるわけですね。で、12万円では授業料年額全体はカバーできませんから、例えば30万円の授業料があるとすれば、12万円を引いて18万円を払うと。今まで30万円毎年払っていたところが、12万円分は就学支援金が来るから、18万円で済むようになると。これが実際この制度の具体的な姿なんですけども、ですから無償化の対象になった年度から実際に払う授業料が12万円分減ればいいわけです。そのすぐ分かる話でやってですね、就学支援金が入りますので残りの部分だけ出してくださいと。でそれがもしその分減らなかったら、それは保護者だとか生徒の方が怒り始めますよ。ですからこんな授業の再建を充当しない恐れがあるなっていうのはへりくつでですね、そんなのは理由になるはずがないんです。それからこの、当時の文部科学大臣の下村さんなどがこのこねてた理屈は、この朝鮮学校には不当な支配が及んでいる恐れがあると。でこれは教育基本法に出てくる言葉です。教育は不当な支配に服することなく行えなければならないと、こう書いてあるわけですけれども、これ教育基本法っていうのは1947年にできた法律 で第1次安倍政権2006年の時にガラガラと変えられたんですけれども、しかしこの不当な支配に服することなくっていう言葉は今でも残ってます。でこの不当な支配っていう言葉について、その最初に教育基本法が作られた1947年にですね、これは帝国議会で作られた法律だったので、帝国議会でのやり取りがあったわけですけれども、この不当な支配というのは一体誰がするということを想定しているんだと、どういうその人たちがこの不当な支配をやりかねない人たちなのかと、こういう質問が、あって、それに対して当時の文部省が何て答えているかというと、不当な支配をしそうなのは政治家と官僚ですと言ってるわけですよ。当然なんですよ、権力握ってるわけですから。この権力を握っている政治家と官僚こそが一番その教育に対して不当に支配しようとする一番危ない人たち、私もその中の人だったわけですけど、ね、そういうことを言ってるわけで、不当な支配っていうのは本来そういう権力を握っているものが不当に教育の本来学校の自主的にその決めなきゃいけないところに介入してくる、こういうものを不当な支配というわけですよね。これ自民党の人たちの言い分というのは、いや朝鮮総連から不当な支配を受けていると、こういうことを言うわけですけども、いやそれ不当なんですかと、正当な支配なんじゃないですかと。そのつまり外部の団体と何らか その関係があると、密接な関係があると、そういう学校いくらでもあります。例えば私は昨日どこにいたかというと京都におりましてですね、京都の龍谷大学というところに行ってます。龍谷大学の学長さんに会ってきましたけども、龍谷大学の学長さんは必ずお坊さんなんです。これは一般人は学長にはなれません。浄土真宗のですね、本願寺派かな、そこのお坊さんでなければそこの学長にはなれない。宗門と大学との関係は密接な関係ありますからですね、その浄土真宗本願寺派を作った大学が龍谷大学なんでですね、天理教と天理大学とかですね、最近もうすぐできるかもしれない幸福の科学大学があるから要するにその宗教団体とか大学の間にそういう関係があって、その学長とか あるいは法人の理事とか理事長とか、そういう人たちがその外部の団体から派遣されてくると、こういうケースはいくらでもありますけど、それを不当な支配って言いますかって話なんです。あるいは特定の企業と大学の関係が密接にある、例えばトヨタ工業大学っていうのはトヨタ自動車と密接な関係がある、あるいはトヨタ自動車技術大学みたいなもんですから、ですからトヨタ工業大学の理事長とか役員とかっていうのはトヨタ自動車から送られていると、だからといってそれを不当な支配って言いますかって話ですよね。だからその学校の運営が自主的に自律的に行われていれば、それはもう不当な支配とは言えないわけであって、じゃあその朝鮮学校がその学校の自立性を奪われるような支配に服しているのかといったら、それは認められません。ですから私はこの朝鮮総連による不当な支配があるっていうのは不当な言いかがりだと私は思ってます。密接な関係はあるでしょう、それをもって不当な支配とは言えないと。
実際その裁判でもそれを不当な支配と言ったのはないと私は思いますけどね。ただその不当な支配の恐れがある、これまたそのひどいのはですね、この巨匠責任を朝鮮学校側にこの持たせるっていう、そういうその議論の仕方があってですね、その潔白なら潔白を証明しようとかですね、不当な支配がないならないことを証明しようとかっていうわけですよ。ないことの証明っていうのはできないんで、これは悪魔の証明っていうわけで、よく安倍さんが言いますけどね、そうなってきますね。ないものは証明できないって言いますけど、安倍さんの場合はもう明らかな行政の私物化をしてますから、あれはもう本当にあるんですよ。ちょっと話は違いますけど、ですからこのそのどこから見ても朝鮮高校 その生徒さんたちの方が負ける筋合いはないと、国が勝つはずがないのに、残念ながら、まあ、私に言わせるとこれは忖度判決ですよね。国 その権力に対して忖度するような裁判官 この行動が反映していると思います。で、残念ながらこういうふうにこう今のところ推移していて、最高裁まで行っても却下されてしまうということになってしまってますけども、でもこれ別に朝鮮高校無償化の対象にしてはいけないとまでは誰も言ってないわけです。これは政権が変わればいくらでもできることであって、だから政権交代しかないんです。これは裁判で勝ち取るっていうことも本当はできたらよかったと思いますけども、裁判で勝ち取ることができなくてもですね、政権交代さえすればですね、新しい政権の下でちゃんともう一遍この無償化の中にこう朝鮮高校を入れるという仕組みを再構築すればいいわけですね。朝鮮高校を対象にしたら何か法律に違反するか憲法に違反するかといったそんなことはありませんからですね。ですからもうとにかく早く安倍さんに去ってもらって別の政権作るしかないと思ってるんですけども、ついで見ますと、私は最近は昨日も京都にいたっていう、その前は神戸にいたりですね、とにかく西行ったり東行ったり呼ばれるまであっち行ったりこっち行ったりしてて、最近ほとんど風天の虎化してます。毎日どっかこう電車乗ってあっち行ったりこっちしてるんですけど、呼んでいただけるのはありがたいんですけど、呼んでくださるので行くんですけど、ちょっとしんどくなってきたなと思ってましてですね。まあ言いたい放題言ってますから、そんなにストレスないんですけどね。ただうちでじっくりと本読んだりする時間も欲しいなと思ってましてですね、こういういろいろ講演に呼ばれる生活、去年も230回やったし、今年も220回もやってましてですね、来年は100回ぐらいに抑えたいと思ってます。要するにこう最近分かってきたんですけど、私を呼ぶ人は大体みんな安倍さんが嫌いですから。ですから私を呼んで安倍さんの悪口散々言ってもらって、で、順位を下げると、これが目的なんじゃないかな。一過性の快感ですよ、こんなもの。一過性の快感のために私呼んでんじゃないかという感じですね。そういう人たちがこう呼んでくださるということは、要するに安倍さんが言うから私が呼ばれるんだという、こういう因果関係がある。で安倍さんがいなくなれば私は呼ばれなくて済む。私の生活にもこう静かな日々が訪れる。だからですから来年こそは安倍と共に去りぬっていう。すいません、このギャグあちこち言ってるんですよ。この朝鮮高校の無償化の話はこういう状況の顛末だったわけですけれども、本当に残念に思ってます。でさらにその朝鮮学校への都道府県や市町村から出している補助金を見直しなさいという、こういう通知を文部科学省が出したったわけですね。これ2016年の3月ですけども、これも非常に残念なことだったんです。文部科学省としてこんな通知は出すべきではなかったんです。しかしこれその時の 大臣は長谷博さんっていう人なんですよね。で長谷博さんのためにちょっと弁護しますと、長谷博さん本人はこんな通知出したくはなかったんです。本当は長谷博さんっていう人は朝鮮学校に非常に理解を持っている人です。長谷博さんっていう人は政治家として、ライフワークにしたいと思っているのは日朝国交正常化だって言ってる、そういう人ですからですね、本当の意味で日本に近い国としてのその北朝鮮とちゃんと国交を結びたいという気持ちを持っているわけで、国交さえできればですね、これが使えるんですよ。その
日中の国交正常化がすれば本国政府がこの本国の高校と同等だと認めると、このだからこのハグを復活させなくても囲碁が囲碁でできちゃうわけで、あの日中国交正常化ができればですね、あのできちゃう。でまああのだからあの長谷さんは本当はあのこんな朝鮮学校への補助金を見直せというような数値は出したくなかった。だけどもう非常に強いこの党からの圧力があってですね、自民党の圧力があって、まあ、公式でなくなっちゃったわけですね。それで出さざるを得なくなった。ただそのまあこうこの削減がされないように歯止めになるんじゃないかと、結局歯止めにはならなかったんですけど、その文言を加えたんですね、歯止めの文言を。こういうふうになったんですね。朝鮮学校に通う子どもに与える影響にも十分に配慮しつつ、再検討してくださいと、こういう言い方になってましてですね、それはもう補助金を削減したり廃止したりすれば朝鮮学校に通う子どもに与える影響というのは多大なものが出てくるに決まっているわけですから、子どもたちに影響が出ないようにねっていうような言い訳がましい言葉が入ってるんですよ。だけどこれほとんど支えにはならなかったわけで、この補助金見直しの通知が出たらもうあちこちで、補助金のカットあるいは廃止ということが起きちゃったわけですね。非常に残念です。私はこの通知は本当に長谷さん自身も本当は残念に思ってるはずなんですけども、でもこれ文部科学大臣長谷博の名前で出た通知なんですよね。私はその時文部科学審議官というナンバー2のポスト、役人としてのナンバー2のポストにいましたけども、これは出すべきではないとずっと思ってました。でその対象その担当局にもそう言ってたんですけども、やっぱりその自民党の力に抗いきれなかった。でその際、まあ、こういうその通知出す時に、あるいはその補助金をカットする自治体が続出したわけですけども、その補助金をカットしたり廃止したりするその自治体の、まあ、言い訳としてですね、まあ、しょっちゅう出てくるのはその拉致問題であるとか、核開発とかミサイル開発とかそういうものと絡めて、補助金をカットするっていう、そういう説明するところもありますけど、これも全然関係ないことを言ってるわけで、こういうのはその江戸の敵を長崎で映ってますかね、関係ないことを関係づけてしまうと。私はこの江戸の敵を長崎どころか江戸の敵を稼いで打つようなものだと思ってますけども、本当にひどい話だと思ってます。でさらにもっとひどい言い方はですね、その朝鮮学校への補助金を継続することについては県民感情を許さないとかね、県民の理解が得られないとかね、そういう言い方をする人は、その役所もあるわけですけども、これはこの言い訳はおかしいですよ。こういう言い訳していいわけって言い訳ないですよ。これは要するにですね、その人々の中にある日本人の間にある偏見や差別をその初めから追認していると、その偏見があるからできませんって言ってるはずです。だからその偏見を変えなきゃいけないはずなのにですね、先ほどの子ども権利委員会の中でもその人権教育ちゃんとやれと言ってるわけですよね、そういった差別なくすために。だからそういう方向に本当は政策を取らなければいけないのに、その人々の間に今の残っている偏見、差別感情といったものがあるからダメですと。それはひどい話です。こんなものを利用しちゃいけないですよね。で私その日本人の間にあるその偏見差別っていうのは非常に根強いものがあると思います。これはそのいわば日本民族主義みたいなんですね、あるいは日本民族至上主義、日本民族特別民族主義みたいなですね、日本人偉い主義みたいなですね、これはエスノセントリズムってことがありますけども、人民族中心主義ということがあります。要するに世界のど真ん中に日本人がいるんだと、そのど真ん中に安倍君がいるんだみたいなですね、そういう考え方、世界の真ん中ってよく使いますよね、安倍さんは。八甲一宇の考え方ですよ。他の民族を支配していくんだみたいなですね。これはしかし、明治時代にはまさにこの、もう領土的に、領土拡張主義、帝国主義と結びついていたわけで、
その帝国主義と結びついた自民族中心主義、自民族至上主義というものが あったわけですよね。これ私は辿っていくとやっぱり長州だなと、松下村塾だなと、これは吉田松陰だと思います。吉田松陰っていうのは一君万民論といって、その天皇を中心として国を統一せよと、こういうまあイデオロギーを打ち立てて、まあ、それにこう感動した人たちが、まあ、志士として、維新をこうやったわけですけども、その一君万民論 の中でこの日本が西洋の帝国主義列強と肩を並べて日本も帝国主義国家になっていくんだっていう、そういう道筋をすでにこの吉田松陰は語ってるわけですよね。優秀力と言って捕まっている時に書いた本がありますけども、その中にもうどんどんその領土を取っていけって書いてあるわけですよ。最初はまず琉球を取れと、それから樺太千島だと、それから朝鮮だと、その次は満州だと、それから台湾だと、で最後はルソンだと、でそういうフィリピンですね。で実際の太平洋戦争はフィリピンまで行ったわけですから、言ってみればこれ1855年にこの書いた本のが優秀録って、優秀録ってこんな字書くんですけども、こうですね。囚人として捕られている間に書いた本、そこではその過激なその帝国主義的な侵略せよと言ってるわけですけども、で考えてみたら、その吉田松陰が言った通りに日本の帝国主義はその後道筋をたどっているわけです。だからやっぱりその元凶、この今 その政治の元凶、一番元凶というか長州閥であると、岸信介も長州だし、まあ、だからその孫も長州だし私は自主夜間中学で福島の方行ってますけども、福島の自主夜間中学で一緒に勉強してると、もう誰もその長州 のことをいい人言う言う言う人います、ね、長州に対する恨みっていうのはもう150年経ってもですね、まだその骨身に染みてあるわけですよね。本当にもう長州の人間にだけは嫁に行かせないみたいな、そういう気持ちがまだ残ってます。明治150年って絶対言いませんからね、福島県の方の人は。これは戊辰戦争150年とは言うけれども、これは不当な戦争を仕掛けられたと思ってるわけですから、また話が違う、もう時間ですね。そうそう、だから私はこういうその非常にこう他の民族を見下すような考え方っていうのは吉田松陰にその源があるんじゃないかというふうに最近疑ってるんですよね。でそれがこの戦前の日本の子どもたちの間には教育直後というものを通じて植え付けられていったわけで、その教育直後っていうのが今復活させようとする動きがあるわけです。その教育直後って言ったら何が書いてあるかっていえばですね、真を思うに我が高祖高祖国を始めることを公園に徳を立つること信仰なり運動って書いてあるわけですよ。我が高祖高祖、そのつまりこれ明治天皇がのお言葉だってことになってるわけですから、明治天皇が自分のご先祖様、高祖高祖っていうのは自分のご先祖様です。高祖っていうのはご先祖様のうち神様だった存在、それから高祖っていうのは人間だったご先祖様で、神様の一番最初のご先祖様はアマテラス大神 で人間になって、ね、なって最初のご先祖様は神武天皇だと。で神武天皇は日向の国から大和の国までやってきて、そこで橿原の宮で、最初の天皇として即位したんだと、まあ、こういう、まあ、言ってみれば作り話ですね。これが日本書紀なんかに書いてあると。でそれをこう明治の頃の中歴史学者が一生懸命政府の命令だと思うんですけど、計算したところ、これは西暦紀元前660年の2月11日だって、まあ突き止めたって言ったって実際に起こってないことですから、大体その紀元前660年って縄文時代ですよ。まだですから、その縄文の裁判期ですね。その時に神武天皇がいたはずないんですけど、とにかくその西暦の紀元前660年の2月11日に神武天皇が即位したんだってことになっていて、その日が紀元節になって、戦後またこれが復活して建国記念の日になっちゃってるわけですけども、このこういう神話から始まってるんですよ。この日本の国は
神様が作ったものなんだと。あのでこの天上無窮の神職といって、そのあのアマテラス鬼神っていう女性の神様が自分の孫であるニニギノミコトっていうのをこの大屋島、日本列島に使わしたと。大屋島っていうのは8つの島、本州と九州と四国と北海道入ってないんですよね。それから淡路島と、それから佐渡と隠岐と壱岐と対馬と、これで8つ本州、九州、四国、淡路島、佐渡、隠岐、壱岐、対馬、これを大屋島って言うんですよね。でこれが日本のことなんですけども、北海道入ってないし沖縄も入ってないです。その大屋島をお前が治めなさいと、天上無窮の神職といって、雨土とともに極まりなしといって、天がその天が永天、ああその天も大地も永遠に続いていくように、あなたとあなたの子孫が永遠にこの国を治めるのですよと、おばあ様に諭されて降りてきたのがその二の御用ということ、これは天孫降臨というわけですね。その天の孫が降りてきたと、天下りと思いますけどですね。そういう神話でこの日本はその特別な国なんだっていう観念を植え付ける。そうするとそういうもう神様から始まっている国なんだから、まあ神州不滅ってことがありますけども、この神の国だからもう滅びることはないんだっていう、こういうその神に選ばれた国だ、神に選ばれた民であるという先民思想、選ばれた民っていう先民思想のようなものがそこにあるわけです。そうするともう神様 にその、まあ、選ばれた民であるから他の民と違うわけになってます。他の民はもう劣等な民でいる民なんだと、こういうふうな考え方がそこに生じてしまう。それからもう一つ、そのこれこの、教育直後はその後どう伝えられているかというと、我が臣民よく忠によく公に屋長心をいつにしていよいよその身をなせるは、これ我が国体の成果にして教育の延元また実にここに損すると、ここに書いてある、こう書いてあるわけですね。この我が臣民よく忠によく公にっていうのは、忠と公、天皇に対するその忠誠心、それから公というのは親の中でも家長であるお父さんに対する忠誠心、こういったものが大事なんだよと。忠と公が一番大事な道徳である、その忠と公、これを屋長心を一にして、つまりその全ての民が心を一つにして、その代々その道徳を引き継いできたと、いわゆるその美を出せる、その美徳をその保ってきた、これ我が国体の成果って、それは国の形、国の体と書きますけどもですね、この成果っていうのはあの美しい花ということですけど、この国体の成果にして教育の延元また実にここに損すといって、この忠と公の道徳こそが日本人の道徳の中心であるべきなんだと、これをその代々ずっとお前たちの子孫、お前たちのご先祖様もこれを守ってきたんだぞって言って、まあ、これ自体がまた作り話ですけれども、そういうことをこの教育職は言ってるわけで、そこに国体っていう言葉が出てくるわけですね。国体って国の体と書きますけれども、これは今の漢字で書くとこれは国民体育大会のことになる。ですから私はあえてその国体というのは昔の字で書くことにしていてですね、そうするとこういう字になるわけですね。こうね、セクスクータイって難しいんですよ。まあ、難しいって言っても簡単な字を2つ並べるだけなんですけど、骨と豊かと書くんですね。国体、この国体観念っていうのはまず神話から始まっているっていう考え方、そして天皇がずっと代々その万世系男系男子でつながっていると、その天皇が国をこの国を治めていくんだと。でもう一つ重要なポイントはですね、この天皇と民の間は親子なんだっていう、この大きなビッグファミリーだっていう考え方ですね。この天皇と臣民、これは臣民は赤子、赤い子って書く、つまりその天皇の赤子である、天皇の子なんだと。だから母親が産んだ子供は自分の子供であるだけではなくて、これは天皇の子でもあるんだと、こういうその考え方ですね。民は全て天皇の子供である、これはビッグファミリーなんですね。ビッグファミリーで天皇はビッグダディなんですよ、ね、こういうで、それは大きな家なんだっていう考え方です。
国は大きな家なんだ。でその家を構成しているのは一つ一つの家、まさに一つ一つの家が、家こそが国の単位であって、あの日本国憲法が考えているのは一人一人の個人なんですけども、日本国憲法は個人の尊厳こそが大事であって、一人一人の人間のこの尊厳、一人一人の人間のがかけがえのない存在だというところから始まる。これが日本国憲法の基本的な価値観ですけれども、この大日本帝国憲法やこの教育直後の価値観というのは国体から始まるわけであって、神様から始まってですね、国ってものはもうあらかじめあるんだと、もうその2670何年前に神武天皇が即位してからずっとこの国はこういう形でやってきてんだと。だから日本という国は 先にあって、日本人はその日本という国に生まれ落ちる、そういった宿命を負って生まれてるんだと、こういう考え方ですね。でそれはあの日本に生まれたからには全て天皇の子供なんだと。でこの一つ一つの家というのはその国の基礎単位だと、家が集まって国になっている、人じゃなくて家が集まって国になっている。でその家と一つ一つの家を見ると、これはミニ天皇制国家みたいになっていてですね、家長というのが、それはお父さんがもう全ての権力と権威を独占していて、でもう、まあ、威張っていると。昔のお父さんと威張ってたんですよね。今のお父さんはあんまり威張ってないと思うんですけどでそのもう家長 の許可がなければ、成人した子供といえども勝手に結婚ができないと、こういう、これは昔の家制度ですけど、かつての家制度のその家長の、まあ、独占的な権力というものと、もう天皇制国家で天皇といっても実際には天皇の周りにいる人間がその権力を持つわけですけども、その天皇制国家における国家権力というものは非常に似通っていて、まあ、そのつまり家と国とは相似形なんですね。あの国というのは大きな家で、であの一つ一つの家は小さいミニ天皇制国家みたいになっている。でこのその大きな家の天皇のお父さんである天皇に対して忠義の心を持つってことが、これが忠であって、で小さな一つ一つの家の中での家長お父さんに対して、忠義心を持つ、忠実であると、これが公であると。だから君に忠と親に公っていうのは一本でつながってるっていう、こういう家族国家観で、この家族国家観ってことは、つまりそういう親子関係でできてるんだっていうことですから、血縁関係なんですね。親とこの血のつながりがある、でそれがこう連綿とつながっていくんだと、こういう考え方なので、ですから血のつながり、縦の血のつながりを非常に大事にするし、その全てはこの腹からである、つまり同じ血を分けた兄弟、日本人は全て兄弟だと、血がつながってるんだと、ビッグファミリーだと、こういう考え方で、これ家族国家観というわけですね。だから神話国家観と家族国家観というものがこの国体思想の中心的な要素だと思います。でその神話国家観が先ほど申し上げたように、もう神に選ばれてるんだっていう先民意識とか先民思想になるのと同じように、この家族国家観っていうのはどうなるかっていうと、その排外思想だっていう、つまりあの血のつながっていない他の民族はですね、どこまで行ってもあの仲間にはなれないんだという考え方ですね。他の民族、血のつながっていない民族はどこまで行ってもよそ者だと。だから今のその日本会議の人たちなんかはまさにそういう思想を持ってますから、移民政策は絶対取らないって言ってます。その我々の仲間には入れられないんだと、労働力として入ってくることは認めるが、我々の仲間としてこの市民社会の担い手として一緒に生きていくつもりはないぞと、なぜならば血がつながっていないから日本人には絶対なれないんだと、こういう観念ですね。しかし前の天皇、今の上皇は平気で天皇家の中には朝鮮半島の血が混じってるなって言ってるわけですよね。桓武天皇のお母さんというのは百済の王族の血を引いてるわけなんで、桓武天皇ってハーフなんですよね。桓武天皇はハーフなんですよ。日韓のハーフなんですよ。日朝のハーフなんですよ。だからそれを平気で前の天皇は公に口にしてましたからね。でしかもその別にその人類ずっとさ元をたどっていけばホモ・サピエンスはみんなアフリカ人なんですから、みんなアフリカから始まってるんですから、もう全ての人間は、まあ、そういう意味ではみんな兄弟ですよ。ですからみんなもう元をたどればみんなアフリカ人、ホモ・サピエンス、まあ、どうでもいい話ですけど、でもこういうその自民族中心主義っていうのはこの日本の国というのは間違ったことはしないんだっていう、その無謬性っていうんですかね、この大日本帝国や大日本帝国陸軍海軍は悪いことは絶対しなかったっていうふうに信じようとする、そういう人たち、
そういう人たちが今の政権に言ってるんで非常に危ない。でこういう人たちがその近隣の国の人たちを見下すような態度をとって、それはヘイトになるわけですけども、私はこの朝鮮学校をこうやって排除していく背景にあるのは、こういったその国体思想のようなものがですね、やっぱ彼らの体に染みついちゃってるんだと思うんです。これをこの月もろ払ってやらないとですね、真っ当な人間にならないと思うんですね。安倍さんたち、安倍さんとか萩生田さんとかっていう人たちはですね、こういうこの教育直後とか国体思想とかっていうものに毒されちゃってる。これ本当はもう戦その敗戦後に完全に清算しなければならなかったのに、それは清算できないまま残ってしまった。それがこの70年の時を経てむくむくとこうあちこちで復活してしまっていると、こういう状況があると思うんです。これが私このその完成ヘイトの裏側にあると思ってまして、それがこういった自民族中心主義っていうのは歴史修正主義とも結びついて、日本の歴史は輝かしいもので悪いことは一つもしてないとかっていうことになってくるし、そうするとその先の戦争 の戦争の間のに起きたことも否定する。例えばその前のその関東大震災の時の朝鮮人虐殺もなかったと言うし、それから日中戦争の時の南京虐殺もなかったというし、それからその従軍慰安婦については軍の関与はなかった、あれはただの商売だったんだという話、そして沖縄戦の時の集団自決についても軍の命令で、いや強制で行われたんじゃなくて、あれはその沖縄の住民が愛国心からやったことなんだと、こういうふうにまあ考えようとする、こういうのが歴史修正主義というわけですよね。まあ、歴史修正主義というのは私は言い方変えた方がいいと思ってるんですけど、修正というのは正しく直すっていう意味ですから、正しい歴史をねじ曲げようとする人たちのことは歴史改ざん主義とか歴史歪曲主義とか歴史捏造主義とかって言った方がいいと思うんですけどね。偽装捏造安倍晋三って言葉があるんですけど、この人たちは歴史をその偽装したり捏造したりするわけですよ。この前の愛知トリエンナーレ の問題もやはりその裏側にそういう、まあ、精神状況があると思うんですけれども、非常に残念なことに その文部科学省が文化庁の補助金を交付しないってことにしたわけですね。愛知トリエンナーレ全体に対する補助金7800万円を出さないと、いっぺんその審査した上で出すって決めていたのに、改めて検討しましたけども出しませんと言って7800万円全部出さないと。でそれは例の、表現の不自由展その後っていう愛知トリエンナーレの中の一部ですけどね、あれはその一部の展示について、確かにそのガソリンを持っていくぞとかっていうような脅迫があって一旦中止しましたね。でも最後にまた再開しましたけれども、その一旦中止したそういった危険があったのに、その危険を予知してさちゃんと説明しなかったといって、そんな理由で、手続きの不備だといってですね、補助金不交付って決定したということになってますけども、あれはあれこそまたまさに後付けの理由であって、本当の理由は安倍政権が展示内容が気に入らないんですよね。平和の少女像、あるいはその昭和天皇の肖像を燃やす映像、こういった展示物に対して嫌悪感とか不快感とかを持ってる、あんなものはけしからんと思ってる。それは安倍さんとか菅さんとか萩生田さんはそういう感じを持ってるはずです。だから持ってるけども、その国民の前でオープンには言わない。オープンに言ってるのは川村さんっていう名古屋市長、あの人はまあ意味でも悪いでも正直だから自分の持ってるのもそのまま言ってますよね。日本人の心が踏みにじられるとかですね、この展示こそがヘイトだとかっていうわけですけど、展示そのものがヘイトじゃないですよ。いろんな問題提起をしています。あれを見て不快だと思う人もいるでしょうけども、芸術が全ての人にその心地よいとは限らないです。ある種の芸術はある種の人たちにとっては不快感を催すかもしれない、でもそれが芸術というものだと思うんですよね。そもそも芸術というのは、芸術文化は表現の自由という自由な領域のものでなければならない。国がその芸術を支援するにあたっては金は出しても口は出さないというのが鉄則なんです。金は出すけど口は出さない。ところがこの実際にはその内容を問題視してお金を引き上げている。これはやってはいけないことです。まあ、萩生田さんはやってはいけないこと言ってはいけないことを随分やってるんですけど、萩生田さんということはもともと自分の事務所
教育直後掲げてる人ですから、ね、私はこういうその今の政権のようなこう考え方がそのまま続いていくと、これからまあ、在日の人たちに限らずですね、さまざまないわゆるニューカマーの外国人という形人たちが日本に来て日本で暮らすようになって、もうすでにたくさんの外国人の人たちが日本で暮らしているし、その子どもたちも学校に来て学んでいると、こういう状況がどんどん進んできているわけですね。この4月から出入国管理に難民認定法の改正も行われて、もう正面からそれでも移民とは言わない、外国人労働者を入れると、しかし家族を帯同してもいいっていうところまでもう道を開いてきてますから、もう必然的に日本にたくさんの外国人ルーツを持つ人たちが一緒に暮らすっていう、そういう時代に突入しているんですよね。私はもう1000年後日本民族滅亡説っていうのを唱えてるんですけど、今の少子化っていうのはですね、すごい勢いで進んでるわけで、皆さんは覚えておられるかどうか分かりませんけど、安倍晋三さんは、安倍内閣は新三本の矢っていうのを唱えたことがあってですね、新三本の矢のうちの一つの中に希望出生率 1.8 を実現するっていう公約があったんですよ。あれからもう4年経ってるんですよ。だけど出生率は上がるどころか下がってるんですよ。あれを言った時4年前は 1.45 だったんです。で直近の数字は 1.42 になってますから、1.8 まで目指すんだって言ってたのに実は下がってるんですよ。だからこうやってその一つ一つ検証していけば何一つできてないじゃないかと、安倍政権についてはですね言えるはずなんですけど もうだからメディアも真面目にちゃんと検証してくれと、もう7年経つんだから、もうこのお正月特集かなんかでですね約束したけどできなかったことを全部洗い出してそしたら約束してできなかったことかできなかったことしかないわけですよね。ちょっと興奮しちゃいましたけどもうそろそろ時間が来てますんでやめようと思いますけども、今の少子化のペースでいくとですね、50年で子供の数、生まれる子供の数は半分になると。50年で半分になるということは、100年経つと半分の半分ですから、100年で4分の1になるわけです。今すでに1年間に生まれる日本の赤ちゃんの数は、もう100万人を切っちゃってるわけですから。100万人切ってるということは、100年後にはその4分の1になる。このままいけばですね。25万人になっちゃうわけです。100年後には、22世紀初頭ではですね。100年で4分の1になるってことはですね、200年経つと4分の1かける4分の1ですから、200年で16分の1になるわけです。そうすると500年経つとどうなるでしょうね。500年経つと1000分の1になるんですよ。わかりました。4分の1かける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 4分の1なんです。実は1024分の1なんですよ。4分の1、16分の1、64分の1、256分の1、1024分の1とこうなるんです。だから5回繰り返すと1000分の1になります。だから100万人生まれていても500年後には1000分の1になる。100万かける1000分の1は1000なんです。だから日本中で1年間に生まれる赤ちゃんの数は1000人しかいない。じゃあさらにそのあと500年経つと1000人かける1000分の1になるわけです。そう、1000人かけて1000分の1ですから、1しかない、1人しか生まれない。その1人しか生まれないのが男の子であっても女の子であっても配偶者はもういないということなんです。まあだから私は1000年後日本民族滅亡説というのを唱えて、このままの少子化が進めばですね、だからいろんな人に来てもらうしかないんじゃないかと、いうことなんですけど、 ですから本当は移民政策をしっかりと確立しなきゃいけない。でその際に日本語教育をちゃんとやることは本当にもう急務だと思いますけど、宣伝できてませんけどね、その日本語を学習する機会をちゃんと作らなきゃいけない。外国人の人たちが日本で暮らすために最低限必要な日本語は無償で、必ずこうこの学習の機会を保障すると。例えばもう5年間ぐらいは無償で、日本語を学んでもいいですよっていうような、こういう措置を取るべきだと思うんですけど、まあ、全然できてません。実はその代わりとして外国人の人たちがたくさん入ってきているのは、ね、夜間中学で、夜間中学は今全国33校あって1800人が学んでますけれども、そのうち1200人はニューカマーの外国人で、そのうちの3割は実は中学校教育を受けるために来ているんじゃなくて日本語学びに来ているんですよ。で本当は無償の日本語学習施設がなければいけない。それがないので、代わりに公立夜間中学は公立中学ですから授業料取りませんから無償で学べるわけですよね。
本当はそういった日本語学習施設がちゃんと整備されなきゃいけないと思います。でそれだけではなくて、やはり私はそのこの日本に来た外国にルーツを持つ人たち、それぞれの民族的なルーツを持つ人たちが自分たちの民族の文化や歴史や、そして母語、あるいは継承語といわれるその自分たちのそのルーツから受け継いでいる言葉を学ぶ機会、そういう機会をちゃんと作っていくっていうことが大事だと思うんですね。その母語教育を中心とする民族教育、それをそのずっとやってきた人のが朝鮮学校であってですね、私はこれからの日本の社会というのは多文化社会に必ずなっていくし、それは多文化共生社会にならなきゃいけない、共にお互いに認め合って、一緒に暮らしていくという多文化共生社会にならなきゃいけない。でもその時にそれぞれの文化的アイデンティティをそれぞれ持っているってことが大事なんでですね、その意味ではその多文化共生社会のいわば先駆けっていうか、ずっとそれをこう実践してきたのが在日の人たちであり、在日コリアの人たちであり、その場となってきたのが朝鮮学校だと思うんですね。もう朝鮮学校の子どもたち、この前も朝鮮学校行ってきましたけど、もちろんその朝鮮の言語や文化歴史ってものをしっかりと学んでいるけれども、日本の歴史や文化もしっかり学んでますよ。本当にもうこの前ね、ほうおうと思ったのはですね、短歌の授業をした。短歌って運ぶ短歌じゃなくて和歌ですね、五七五七七の。でそのですから日本の文化そのものですよ。ところがそこに朝鮮の言葉を入れて短歌を作ってみようと、例えば我が国って売りならって言いますわね。その売りならの何々何々とかですね、その五七五のどっかにそのハングルを入れるんですよ。そういうまさにその文化と文化をこう融合させるようなね、こういう授業っていうのはこれはなかなかいいなと思いましたね。でそれやってるのは日本の先生が、これ特別授業って形でやってたんです。朝鮮学校で東京朝鮮中高級学校行ったんですけど、そこで日本の高校の先生が来て、授業するっていう、そういう試みをやっていて、そこで日本の高校の先生が短歌の授業をやってるんだけど、そこでハングルを盛り込んだ短歌を作るっていう、こんなことやっててですね、つまり今は朝鮮学校で学んでいる子どもたちは3世4世で、その子どもたちは前田時から第一言語は日本語ですよね。第一言語として日本語の中で育っていて、日本の文化の中で育っている。そして学校に朝鮮学校に入って自分のルーツの言葉を学ぶ、母語というよりも継承語といった方がいいかもしれません。そういう言葉を学んでですね、そしてその自分のアイデンティティ、これはこの在日コリアンとしてのアイデンティティってものをしっかりと自覚していくって言いますか、自分自身を自分らしさってものを見出していくと、そういう学びがあると思うんですけど、その中で必然的にこの朝鮮半島と日本と両方にまたがるその両方の文化を知っている、両方の言葉も分かる。だからその私はこういうそのずっと朝鮮半島で育った人と違うところは、日本の文化や日本の言語がもう日本人と同じように分かるっていうことですよね。だからこれは非常に大切なことだと思うんです。このこういう2つの文化に軸足を置いている、でこういう、2つの文化にまたがって、自分のアイデンティティを作っている、こういうそのアイデンティティのことを私はダブルアイデンティティと呼んだらいいと思っているんですけども、このダブルアイデンティティを持っている、このダブルアイデンティティを持つ人っていうのは非常に貴重だと思います。これからの多文化共生社会を作っていく上でですね、つまりその文化と文化、いろんな文化がこう違う文化が共生していくわけですけども、これ文化と文化の間をこの架け橋になる人たちがいなければならないわけで、それはそのダブルアイデンティティを持っている両方の文化を知っているという人が少しでも多い方が、この多文化共生社会は豊かで安定したものになっていくと思うわけです。でこれはニューカマーの外国人の人たちも今すでに、例えば日系ブラジル人の人たちがブラジル人学校を作って、ブラジル人のコミュニティもできてますけれども、そのブラジル人とその日本社会との間の架け橋になる人も必要になってくるし、これからおそらくさまざまな外国からの人たちがそれぞれの文化を守っていくために学校を作っていくってことは当然出てくると思うんですよ。フィリピンから来た人やベトナムから来た人や今非常に増えてきているネパールから来た人たちがそれぞれの自分たちの、この言語や文化を
をそのつないでいくための学びの場というのをですね、それはもう在日コリアンの人たちがこれまで作ってきた朝鮮学校という、これは非常に苦しいその歴史の中で戦いながら苦しみながら続けてきたことですけども、これは非常にこれはもうあの先駆けとしてパイオニアとしてですね、非常に貴重な経験だと思うんですね。それをあの後から来たあのニューカマーの外国人の人たちにもその経験を分けてあげると、そしてあの後から来たさまざまな外国の人たちがそれぞれの文化や言語を保ちながら日本の社会で多文化共生社会の一員としてこう暮らしていけるような、そういう条件を作っていく、その上で私はあのこの在日コリアの人たちが続けてきた朝鮮学校の取り組みっていうのは極めて貴重なものになるだろうと。でさらに私思いますのは、北朝鮮との国交正常化は必ず起こる、これは永遠にこのままであるはずがない。で、まあ、どっちがあの南北の統一が先か日朝国交正常化が先かどっちか分かんないですよ。どっちが先になるのか私は分かりませんけど、どっちかあるいは両方いっぺんに起こると、いつかは起こる、未来永劫今のようなままでですねいるはずがない。でその時に今の北朝鮮にあたるところからもですね、まあ、自由に日本にやってくるわけですよ。それこそ今ベトナムからとかフィリピンとかから日本に来ている人たち、同じように北朝鮮から日本に来て日本で その働きたいと、日本で暮らしたいと言っている人もですね出てくるだろうと思いますね。だその時に朝鮮学校はですね生徒は増えると思いますよ。もうガバガバッと増えるんじゃないかと思うんですよねでそれはもう非常にこの受け皿として僕はもうすでにあるわけですから、私はもうその南北朝鮮の統一とか日朝国交正常化とかっていう暁にはですね、もう朝鮮学校あってよかったねって話になると、絶対すいませんけど勝手な想像してますよというわけで、時間がちょっと過ぎてしまいましたけど、この辺で話を終わらせていただきます。どうも。その間に書いてください。だから映画館で見たわけじゃないんですけどね。一番最初の話です。面白かったですね。ちょっとお忙しくて申し訳ございません。で、時間の関係上すべての方の質問に答えられないかもしれません。ではよろしいでしょうか。はい。ちょっとこれ座ったままで失礼します。もうあのアトランダムに目の前にあるのかな。韓国ソウルで毎週土日のどちらかにフリーハグをしている日本人留学生と韓国人などの若者がいます。私も参加してきましたって書いてあるんですね。彼らに何かメッセージをくださいますか。励みになると思いますね。ですね、ふと思いついたのは、友達に国境はないってやつなんですけどね。友達に国境はないっていうのは、実は文部科学省で、これちびまる子ちゃんのですね映画を推薦サービス、そのちびまる子さんちゃんの映画とタイアップして国際理解教育を使いましょうっていう、こういうことをやったことがあって、その時 のイタリアから来た友達っていうタイトル の作品だったんですけど、その中 このキャッチコピーの中にですね、その友達に国境はないって書いてあったんですよ。そうしたら、その時の大臣政務官だった赤池正明って人がですね、友達にも国境あるんだって言ってですね、まあ、でそのこんなけしからんことを書いてる、こんなものをその文部科学省が国際理解教育だと言ってこの一緒にやるのはけしからんと言ってですね、この言葉をなこのあのか掲
かないように指導しろとかって言ってですね、もうとんでもない、その赤池正明って人ですね、文部自民党文部科学部会長で、去年私があの名古屋で授業したら、なんで毎回呼んだんだと文部科学省に介入した人なんですけど、この人がとにかくその友達になって国境あるんだと、国境その日本人としてのこの自覚を持たない子供を育てるつもりかって、こういう話なんですね。本当にまあどうやったらこういう人をこうまともにできるんだろうって思いますけどね。人間と人間の間に国境なんかないですよ。もう友達になったら国境なんか関係ないですよ。だからそういうなんかこう国と国との間とか、あるいはそういった民族的な偏見がお互いにあったりするっていう、これは確かにありますけど、人間と人間がこう親しくなるっていうのはそんなものいらないわけですよね。本当に親しくなるためには、その民族意識っていうのはかえって邪魔になることがあります。だからお互いにそれを尊重するってことが大事だと思いますけども、別に一体化する同化する必要はないんで、違いってものを認め合うってことだと思いますけど、でもやっぱりそこに共通した人間性ってものがありますからね。ですからこれがふさわしいかどうか分かりません。私が思いついたのはメッセージは、友達に国境はないなんですよね。ヘイト禁止法と言論表現の自由をどのように仕切ればいいでしょうか。川崎市で条例が成立。これは憲法の理論、憲法 の考え方の中で、確立してきた考え方ですけれども、人権は人権によってのみ制限されるということですよね。人権と人権がぶつかるところで人権はその限界が来るんだと。他の人の人権を犯すようなことがあったら、そこでその人権というのは限度が起こる。例えば表現の自由というのは、確かに人の人権とぶつかる場合が多いわけですね。名誉毀損とかですね、あるいはヘイトというのは、これは他者の他の人の人権を侵害してしまう、そこまで行ってしまうと表現の自由が制限される。もっと分かりやすい例で言えば、街中でスピーカーでその自分の主張を述べると、これは昼間の公園だったらいいかもしれません。しかし夜中の住宅街はまずいだと思います。そのスピーカーでいくらヘイト反対だとしてもですよ、このヘイトには反対だと大きな声で、夜中 その例えば夜の2時に住宅街でスピーカーで皆さん起きてくださいとかって言って、目覚めてくださいとかって言ってですね、これはやっぱりその人には眠る権利がありますから、その眠る人権を侵害することになるんでですね、そういう人権は人権によって限界が来ると。でそうでない限りは最大限に認められなきゃいけないので、権力を握っている人が不快感を持っているからといって、これは総理大臣様が嫌だとおっしゃっているのでやめてくださいなんて、そんなことできません。安倍さん その選挙演説の時に、勝手にその警察がですね、やじ飛ばした人を連れてったりしましたけど、あれは不当な制限ですよ。その演説している政治家に向かって道からやじ飛ばすぐらいのことはですね、これはもう表現の自由の範囲内であって、それを制限することができる根拠なんかどこにもないです。あれで安倍さんの人権どっか侵害されましたかって話ですよ。政治家がやじ飛ばされるなんてのは当然だと思ってなきゃいけないですよ。特にあの人はやじ飛ばされて当たり前の人ですから、ね、ですからもうそれを警察が言ってたかって連れ去るって、あれはもう明らかな あの行為そのものが人権侵害だと思いますけどね。ですから本人の責任のないことでその差別したり その悪口言うっていうのはですね、批判はいいと思いますよ。その安倍さんのやってることに対して批判するっていうのは、それはいいと思います。でもその民族性とか国籍とかそういうものを理由にして侮蔑的な表現をするとか嫌悪表現をすると、これはもう許される表現ではないと思います。次に、小中学校 の教員、公立中学校教員ですと、前川さんが中学生に語りかけるとしたら一言何と言いますかと。
これはこの前ある中学校行ってやってきちゃったんですよね。まあ、これあの去年の2月に私名古屋の中学校に呼ばれたんですけど、実は3日ぐらい前に東大阪市でもある先生がですね、校長先生が前川さん来てくれって言って、全校生徒の前で何でもいいから喋ってくれと、人権に関わることを喋ってくれと、こういうお話でですね、僕の方呼んで大丈夫ですかと、一遍もう問題になってるんですよって言ったんですけどね、いや大丈夫です、もう来年の3月で退職ですからと。名古屋で私呼んでくれた人も退職間際だったんですよ。もう最後に やりたいという気持ちで、そうどうもその退職間際の校長に呼ばれるっていうことですよ。それで、まあ、何言ったかっていうと、君たち自由だっていうことを言ってきたんですね。そして空に、まあ、言ったのは、大人が言っていることを疑えと、何でもかんでも信じるなと、こういう話をしてきたんですよ。そうしたらその後、その今度は職員との懇談となったんですよ、教職員との。その時にも散々ですね、まあ、2、3の先生からあんなこと言ってもらっちゃ困るとかって言われてですね、ちゃんと我々をその信じてついてこいって言って指導してるのに、信じるなんて言っちゃダメですよとかって、だけど信じられない大人たくさんいるんだもんって言いたくなるんですけどね。私が言いたかったのは、自分で考えなさい、自分にとっての真実を見出すっていうことが大事だと、あるいは正義、自分にとっての正義っていうものを見出すことが大事なんで、これが正義だとかこれが真実だとか、どんな偉い人がいたとしても鵜呑みにするなっていうことを言いたかったんですよね。それが先生であっても親であってもだということなんですけど、でも だいぶ先生方からはその言われました。特に体育の先生私に噛みついてきたのは2人とも体育の先生です。まあそれもいいと思います。そうやって噛みつくっていうのは、噛みつくってことは大事なんですから。だからあなたに噛みつくような生徒も育てなさいって話なんですよ。次、在日韓国人の学校はあるんでしょ。ありますよ。一つは朝鮮学校とは別系統で在日の人たちが作ったコリア国際学園となりますね。必ずしもその韓国系とまでは言えないんですけれども、だって今朝鮮学校で学んでいる子どもだって半分は韓国籍持ってますからね。何が朝鮮系で何が韓国系ってなかなか言えないですけど、まあ、朝鮮総連との関係があるかないかっていうのはあると思いますけど、それから混合学園、これはもう日本の学校教育法上の小学校中学校になっている学校があります。そういう学校あるんですけれども、でもやはり民族教育をやっている学校となると、ほとんどはこの朝鮮学園系ですね。高校無償化が言われていますが、小中学校の学力のない生徒もいるそうですが、義務教育段階での留年制度もあった方がいいかと思うのですが、これはあります。もともと減給留置といって、元の学年にのとどめおくと、留置ですね、留置場の留置ですけども、つまり同じ学年を繰り返すっていう、この制度は制度的にもともとあるんですけども、ほとんど使えなくなっている。これはまあこういう減給留置よりは、上の学年に行ってからも、その十分学べなかった下の学年で学べなかったことを学び直す機会を作っていくっていうことが必要かなと思います。ですから私はただまあ最後のその中学校3年生を2回やるとか3回やるとかあってもいいのかなと思うんですけどね。そこで不十分だった部分だけこう繰り返してやるとかですね。それからまあ不登校で学校行かないまま中学校の卒業証書だけもらうっていう人は毎年たくさんいるわけです。まあ全国で中学校の不登校っていうのは1学年に4万人ぐらいいます。まあ4万人って言っても、それは不登校っていうのは年間30日以上休んでいる子のことなので、学校に来たり来なかったりっていう子もいます。しかし学校に来てるけれども、その教室に入ってないって子もいるわけであって、保健室にいるとか図書室にいるとか、学校によっては校長室を開放している子もいますから、校長室にこの子供がたむろしてるなんて学校もありますけども、まあ、こういう不登校 のために十分な学力が身につかないまま卒業証書だけもらっているっていうケースがこれはたくさんあって、こういう子どもたちのことを形式卒業者と言いますけれども、
あの夜間中学の一つのこれから の役割というのは、こういった形式卒業者の子どもたちがもう一度学び直す、昼間の中学校で十分学べなかった部分を夜の中学校で1年とか2年とか3年行く必要はないんでですね、途中から入って、1年か2年勉強してそれから進学すると、こういうケースがだんだん増えてきてます。今全国で夜間中学 が33校1800人って言いましたけど、そのうち200人ぐらいがですね、この中学校既卒者なんですね。中学校の卒業証書を持ってるんです。で特に1980年代後半以降に中学校を卒業した人たちってはみんな卒業証書を持ってます。それ以前は学校に来なかったら卒業証書をやらないと、もう除籍処分ということで中卒の資格すら与えずに掘り出しちゃうということが一般的だったんですけど、それはひどいじゃないかということで80年代後半ぐらいからは、不登校の子どもたちもみんな卒業証書をもらえる。だから資格はあるんですけども、しかし学力が追いついていないと。だそのまま高等学校に行く資格はあるけれども、そのまま高校行くんじゃなくて、やっぱり中学校段階の勉強を学び直す機会があった方が私はいいと思うんですけど、そういう機会を夜間中学が実際提供しているわけですね。東京は東京都内に8校ありますから、夜間中学が東京の子供の人たちは恵まれているんです。最近やっと今年になって初めて埼玉県で一つ川口にできて、それから千葉県ではもともと市川にありましたけど、もう一つ松戸にもできたんですけど、しかしそれよりも北には一つもないわけですね。夜間中学っていうのは東北地方にも北海道地方にもないし、それから九州地方にも四国地方にもないです。四国に なかったのは獣医学部だけじゃなかったわけです獣医学部のためには公共も出し、獣医学部作るのに愛媛県と岩間市と合わせて96億円のお金をですね、実際93億円ですけど、93億円のお金を加計学園に提供しているわけで、それとは別に岩間市は37億円相当の土地まで無償譲渡しているわけですから、もうすごい財政援助しているわけですよね。あんな金があるんだったらまず夜間中学作ってくれって言いたいんですよ。学び直しの機会を作る方が留年よりはいいかなって気がします。留年っていうのは結局全部もう一遍やりなさいみたいなんですね。全ての教科をもう一遍全部やり直すよりは不十分だったところを後で補うことができるような仕組みを作った方がいいかなっていう気がしますね。道徳の教科化が小中学校で進んでいます。学校教育で一番重要と思われる小中学生の年代で現政権による道徳教育が進められることに危惧しております。なんとか阻止できないでしょうか同感です同感なんですけど、これはもう安倍さん引きずり下ろすしかない。そうだね、ただ安倍さん引きずり下ろしても次は菅さんだとこれはいかんないです。あの二人に道徳教育してる。そうあの二人に道徳教育をする人嘘つくなと。もうだって殺すな盗むな嘘つくなってのはこれ古今東西の道徳なんですよね殺すな盗むな嘘つくな。私は昔大学の時に仏教専門会っていうの入ってましてですね、例えばところが結婚した相手がキリスト教徒で教会で結婚してきたんですけど仏教専門会の仲間からは滅び仏教徒って言われたんですけど仏教で誤解ってなりますけど、誤解の最初は殺すなですね、不殺生で、2番目は嘘つくな不毛で、3番目が盗むな不中道です、ね、あと4番目はよこしまなセックスをするなっていう不邪淫ですね。で5番目はですね、これちょっと守れないんです、酒飲むなってです、ね、不穏寿っていうんですよね。これはちょっと時代を考えてちょっと修正していただきたいなと。現代的に言えばドラッグやるなっていうと、こういうふうに解釈をしてるんですけどね、私は。こういうのは古今東西の道徳で、やっぱりまず嘘つくなと、殺すな盗むな嘘つくなと、ですから今の道徳教育非常に危ないです。今日はその道徳教育の話あんまりしませんでしたけれども、教育職を復活させるような話になってますからですね。でもその滅私奉公、自分を犠牲にしてよりその大きなもののために尽くすことがいいことなんだと。だけど今のワイワイの社会はそうじゃなくて、一人一人の人間の命や暮らしこそが大事なんだっていう、そういう価値観で成り立っている社会なのにですね、それを犠牲にして何かもっと高次のより高い価値のために身を捧げることがいいことなんだと、こういう考え方、これはでもこれはもう戦時中の考え方です。特攻隊の考え方です。こういう考え方がもう道徳の教科書には満載なんですよね。もう自分を抑えなさい、自分を殺しなさいと、そういうことばっかり書いてある。自由の価値というようなことはほとんど書いてないんですよね。
例えば小学校1年生 の, あの教材でかぼちゃの鶴ってのがありますけど、かぼちゃくんという擬人化されたかぼちゃがいてですね、かぼちゃくんがこの、まあ、植物ですからどんどん鶴を伸ばしていくわけです。でそのかぼちゃくんがどんどん鶴を伸ばしていくと、周り の, あの友達が蝶々さんとかあの、蜂さんとかが来てですね、あのかぼちゃくんそんなにかぼちゃさんそんなに鶴を伸ばしていっちゃダメですよって言うわけです。でもかぼちゃくんはどんどん伸びていくわけですけども、それはね他の人に迷惑だから伸びちゃダメだって言うわけですね。そしてでもそれはかぼちゃくんがいいんだよ僕は伸びたように伸びるんだって言って伸ばしていくと、そうすると最後に何が起きるかというと、伸びていったなんかあの鶴の上にあのトラックがやってきて、トラックがその鶴を引いてですね、あのかぼちゃくんの鶴がブチッと切れて、でかぼちゃくんが痛いよって言って泣くわけです。そこで終わるって話です。だから自分の伸びたいように伸びていくと最後は痛い目に遭うぞって話です。これどうですかね、これ正直自らを伸ばしていってはいけないと、自分を抑制しなさいって話なんですね。塗装しないと最後痛い目に遭うぞと。でもこれはひき逃げ事件ですから、これはトラックの方の責任を追及しなきゃいけない。かぼちゃくんが悪いっていう話にしていいのかって話なんですよ。それは100歩譲ってかぼちゃくんには少しの責任があるかもしれませんよ、その道路までこうと伸びていったと。しかし引いたトラックの方の過失はどうなんだと。逃げたままになってるわけですから、ひき逃げ事件なんですよ。そこはトラックが止まって、かぼちゃくん大丈夫かって言わなきゃいけないんですね。そのトラックの運転手はそこで止めて、かぼちゃくん大丈夫かって言ってないんですよ。これ問題ですよ、この。だから私はそのかぼちゃの鶴っていう問題の話はですね、あの要するに伸びていくと痛い目に遭うっていうだけじゃなくて、本当に悪いことしたその人間はそのまま見逃しちゃうっていう話になってるからですね、非常に問題になる教材だと思ってます。すいませんでした。その道徳の教科書でこの教科書を使って授業しろっていうふうに肩をはめたのはこの安倍政権なんでですね、ただこの安倍政権がこれをするにあたってはその前からもだいぶその元はあるわけで、道徳の教科書っていうのはすでに森喜朗政権の2000年12月の教育改革国民会議ですでに提言されていたわけで、それがやっとこのついに実現してしまったと。これが去年の小学校から今年は中学校で、ですから私はもう政権変えるしか方法ないと思います。なぜ安倍の嘘に流されるのか、政治への怒りが表現が弱いのか、私メディアの責任非常に強いと思います。メディアが飼いならされているというのは非常に大きいと思います。だからまたね NHK の会長変わりましたけど、きっとまた NHK がこのさらにこう忖度体質を強めるんじゃないでしょうかね。もうあの NHK の第一線の記者さんたちは本当に情けない思いをしてるんですよね。駆け分け問題でもあの真っ先に私のところに来ていたのは NHK の記者さんだし、あのたくさんの情報を持ってました。で私のインタビュー映像も持っていたのに、それは今に至るまで一度も報道されていないわけですね。私があの記者会見であの会ったものがあったとかって言いましたけど、それよりも1ヶ月ぐらい前に NHK の, あの映像はあるんですよ。ところがそれ1回も報道されなかったんです。だから本当にあの NHK の記者さんたちは上からこう報道が抑えられて、あの非常に悔しい思いを、本当に文字通り私の前であの記者さんが泣いてました。いくら取材しても報じられないんだって言ってですね、あの森友学園問題でずっと追いかけていたあの記者さんで相沢冬樹さんという人なんですけど、この方もあの小池秀夫っていう報道局長からですね、もうこれ以上取材するなって言われて、それであのかあの彼の名前は森友学園問題ですけども、その森友学園問題の取材をこうもう禁じられてしまって、もう取材も報道もできないあのところに追いやられてしまって、でそんなことをされるぐらいならもう NHK にいても仕方がないって言って辞めちゃったんですよね。辞めてしまって、大阪日日新聞っていうあのなんかタブロイド版の新聞に移籍して、そこを拠点にしてさらに森友学園問題を追及するっていうことをやってるぐらい、私は本当にメディアの在り方は問題だと思います。ただこの今の政権はメディアにそうやってあの政治支配を及ぼすだけではなくて、教育にも及ぼしてきてますから、その教育とかメディアとか本来国家権力から自由でなければならない分野にその政治権力の支配が及んでいると、あの先ほど申し上げたその不当な支配ですね、こういうものが及んできているのは非常に怖いなと。ですからとにかくもうだから私はもう最後はテロしかないかなと思ってるんですけど、だからといってテロに走るわけにはいかないと思って、やっぱりまあ真っ当な言論によって
この民主主義のプロセスを経て政権を変えるしかないと思うんですけど、そのためにはやっぱり香港とか韓国の若者たちに学ぶべきだと思いますね。日本は韓国はやっぱり民主の力で政権交代させてるんですよね。香港は今非常にもうその絶望的で悲壮な戦いしてますけども、あの戦いはしかし無駄ではないと思います。一時その習近平体制に押し潰されたことあるかもしれませんけども、しかしあの記憶ってものは必ず残っていくでしょうしね。やっぱりこの人民とか人々が自分たちで権力をこの変えるっていう経験をするってのは大事ですよね。横浜の住人ですが、今カジノを作ろうと林市長がしていますが、このままだと民意を無視して作られそうなのですが、どうしたら阻止するか、それ私に聞かれたのですねこれやっぱりリコールだと思うんですよね、と直接的な方法としては。でもなかなかリコールでその林さん林市長を引きずり下ろすことはできない、できないということであると、じゃあテロかって、テロってわけにいかないでしょうか、ね、これ林さんの後ろには菅さんがいるわけですよね。で菅さんはまたトランプのバックにいるそのカジノ資本と結託していると、これは非常に怖い話だと思います。でカジノはですね、ギャンブルっていうのは何も生産しないわけでですね、ギャンブル依存症を作るわけであってですね、人々の不幸を拡大していくような話です。私今私の文部省の先輩である寺脇さんと一緒に作った映画がありまして、これは子どもたちをよろしくっていう映画ですね。これは中学生 の, いじめと自殺を描いた暗い映画なんですけども、ここに出てくるいじめられている子どもは父子家庭なんですけど、この父子家庭のお父さんっていうのはギャンブル依存症なんですよね。風俗の運転手の仕事をしながら、暮らしてるんですけど、もう給料前借りしてはそれをギャンブルにつぎ込んでしまっている。それでその父子家庭のうちの中はもうゴミだらけで、この息子に食べさせているものといえば具の入っていない即席麺を食べてるだけっていう、こんな悲惨な生活してる。でもこれギャンブル依存症が一つの原因になっているわけ でそういう家庭を増やしちゃうでしょって話ですね。もうパチンコで十分なんですよ、もう日本のギャンブルは。パチンコと競輪競馬で十分、さらに言えばトトコも知りませんけど、だからもうここにもうこのさらにカジノなんてものを作って不幸を増やす必要はない、やるべきじゃないと私は思いますけれども、これがその経済成長、経済成長戦略だと、これは間違ってると思います。その要するに人々を豊かにするものを作ってこそ経済だと思うんですけども、人々を不幸にするようなもの、武器を作るとかギャンブルの場を作るとか、そういうことで経済がいくらそのGDP でお金で計算される部分が大きくなったとしても、そのお金の計算でその GDP が増えたとしても、その中身が人間の幸せにつながってないじゃないかと。こういうものはその GDP で測っちゃいけないんだと思いますよね、やっぱり。まあ林さんどうしちゃったのかなって気がしますけども、だから解決策は私には分かりません。やっぱりもうリコールしかないのかもしれないと思いますけど、リコールできるだけの人が集まることかでしょうね。でも集まるんじゃないでしょうかね、リコール。カジノ反対で林市長をリコールしようっていう運動したら、私は集まるんじゃないかなって気がするんですけど、私の手元に全部お答えしましたよ。まだありますか？もう大丈夫ですね。僕も帰らないと晩飯食わなきゃいけない。はい。